FM93.0AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。強です、今週も始まりました中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと過ごしやすい夜になってきましたけどね。なりましたね、ちょっとね、お盆が終わって。もう昨日はね、玄関にセミ、壁にカマキリ、蜘蛛、もうこの3セットで やっつけ仕事やってきましたよね。蜘蛛もでっかい手ぐらいのやつね。ありましたけどね。もう、うわ、蜘蛛や思って、もう、あの、手でつまんで殺せるような蜘蛛じゃないね。もうほんまタランチュラぐらいの。タランチュラの。タランチュラのもう、ぐらいの。タランチュラの。タランチュラのもう、化け物みたいな。化け物みたいな。何それ。タランチュラみたいな壁にバーってあって、ほんでシューってやってんけど、その、シューってやるやつにね、一撃って書いて、蜘蛛の絵乗ってんのよ。もうこれ完璧や思って、シューってやったらもう全然、サラサラサラ。シュサラサラサラ、シュサラサラサラってもう。効き目ないねや、全然。効き目全然あれへん、あれ。口が下に向いてるからかな、蜘蛛。あ、背中にかけて。背中にかけてるのかな、シューって。だからもう効かへんねやろな。口にぐやってやらんと。急所狙ってないってことや、ね、って思ってたらカマキリでっかいのがもう。そんなおんねんな、せやけど。でも今年はね、ゴキブリは2匹しか見てませんからね。しかも家の中では1匹も。もう、まあ、明日、明後日出るかもしれないけど。もう、ゴキブリはもう2匹しか見てないです。1匹でっかいのって1匹。いやでも出るんじゃ、9月入ってもゴキブリ。いや家の中はとりあえず1匹も出なかったですからね。すごいな、それは。いや、本当に、はもう、いい夏です。今年いい夏。もう、デッキです。ゴキブリ見たらもう、デッキ嫌いなんで。いや、ゴキブリはね、みんなそれはもう気持ち悪い、怖がる。セミもさ、玄関でペー倒れてんの、死んでる思うやん。うんうん。チッって言うねんな、もう。まだ生きるかっていう。切ないな、セミだけは。なんかこう、執念やね、あれ、最後の。チッ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 。チッチッっていうのね、あれ。くるくる回ってんしょ。くるくる回ってんね。飛んだ思ったら落ちたりして。まあそんな季節ですけど、まあ夜は涼しくなりましたね。過ごしやすいですわ。まあ先週は大阪からこのラジオも、ね、あの会議室から。会議室ゲストが壁の裏におるっていう形でやる。皆さんあれですよ、なんか新大阪でたこ焼き食べたり。串カツ食べて帰ってきた。充実した大阪を。駅に1時間半おったんですって。そんな人おんのかな。いや、俺おらんと帰ろうか、言うて新大阪から東京向かうのに、新大阪に1時間半おる人。そうやったら有楽町1時間半うろうろできるのにな。それはしないみたいですよ。うん。こっから線路の向こう行かないみたいですけどね、スタッフさん。そうだよ、向こう側行かない。向こう側行かないです。もう今日は僕、向こう側行っちゃって。散策してきても。入ってきた、ユーラちゃん。フライ三種盛りでも今、ちょっと寝てましたわ。またおらん思ったら。フライ三種盛りは無理やわ。いつもそれ食べたいと思って一応意気込んではいて。きついわ。なんなん、フライのメニューは。エビフライ5本とか食ってたのにな。子供の時は、ね。エビフライ、アジフライ、ミンチカツ。あ、ミンチカツか。それ3つがドーンと乗って、ほら、パスタ。お、パスタ。あれやん、赤い。赤い。パスタとまあキャベツがお味噌汁とご飯とでも美味しそうや、でも全然大丈夫、フライやったらって言うてすぐそこで今横になって寝てました。ちょっとお腹パンパンですわ、もう飽きませんね本当に。はあ、何が死ぬかと食べんの、まあ、メンチカツですかね。メンチカツかやっぱり、肉汁ばば、その時は美味しいんですけどね、ご飯かき込んで。なかなかね、本当に難しいですよね。量を考えんとね、もうちょっとあかん年になってきたんですかね。食は難しいで、だから、ほんまにね。そうですよね。まあそんなこんなで大阪から、ね、無事に終えることができまして、本当に。ただちょっと大阪でもね、分かりにくい場所にあったので、ちょっと皆さん道に迷って来れなかったみたいなこともあったみたいですけどね。軒並みみんな遅れ気味に来たんやもんね、だってね。そうです、そうです。分からへんかったですもんね。場所が分かりにくいから。桜橋というところらしいですけど。桜橋は遅れ気味に来たんやもんね、だってね。
そうです、そうです。分からへんかったですね。ね、場所が分かりにくいから。桜橋というところらしいです。桜橋言われてもな、嫌やな。先輩に桜橋ちょっと来いや、言われたら。どこでしたっけってな。もうな、大阪の人間でも。そうそうそう。そうですよね。梅田の外れって言った方がええんかな。あれはね。関西社の。場所の説明ね、梅田の外れですね。だから、うん、新宿で言ったら西新宿みたいなとこですね。西新宿の裏のビルのみたいなことでしょうね。うんうん、まあ、無事に終えることができまして。そうね。はい、その後は、うん、ナンバグランド花月の方で、はい、中川家の特大寄せっていうのがありましたのでね、はいはい、うんうん。ラジオが終わって、その夜にリハーサルやって。やってるいうことですけどもね。うんうん、ね、大阪2日間ね。東京も2日間。2日間夕方からなんですよ。うん、はい、うん。だから昼間はがっつり空いてんのよ。うんうんうん、で、やることないでしょ、うん、大阪おったとて、別大阪の人間で。まあね、やることないでしょ、うん、大阪おったとて、別大阪の人間ですけど。まあね、うんうん、別にあそこ行ってここ行ってってする、うん、あの人間ではないので、うんうん。ちょっと眉毛サロン行ってみよう思って、眉毛。ちょっと綺麗な、ま。眉毛を整えよう、眉毛サロンっていうのも、そのままのやつ、携帯で調べてみていって、うんうん、で、もう眉毛をちょっと綺麗に整えられてきました。そんなとこ行ってたんですか、そんなとこ行ってました。1時間半ぐらいね、寝そべって。そんなかかんの、ね、かかるよ、眉毛。1時間半もかかんの、眉毛サロン、これ。いや、綺麗にはなってるけど、すごい。綺麗になってるんですよ、これ。何をさ、なんかちょき、まあ、散髪屋さんと一緒か。もう、ハサミ一切使わず。え、ハサミは一切使わない。あ、そうなん？もうなんか熱いなんか、ロウみたいなのつけて、それを、1、2、3、プッって剥がす。ずっとそれ繰り返し。繰り返すんや。じゃあ剥がしますね。1、2、ヤンガも出てきたんでね。あ、眉毛。うんうん。だからさっき染めたんですよ、眉毛を黒に。染めなあかんの？そう。で、ここにサランラップみたいなし、本当にパーマ当てるときみたいな。はいはい。で、しばらくそれで待って、で、毛を整えてから、うん、だから、ハサミなんか一切使ってないんですよ。そのなんか熱い、なんか、ロウみたいなのつけて、剥がしてみたいなだけで、うん。あとは染めたぐらいですかね。それ1時間半、だいたいそのまま毛抜きで抜いたり。そう、毛抜きで抜いたりして。ようほんだら、うん、お客様申し訳ございません、言ったの、うん。毛を整えるとは言ったんですが、うん、眉毛のちょっと上の方の毛がもうございませんので、って言われて、うん、え毛ないの毛がございませんって言われて。あ、整えようないね、毛がなかったら。だからな、丸坊主の人が散髪行くみたいなもんやねって言ったら、うん、向こうの、そのやってくれた女の子のマスクがふわっと浮いた、そのやってくれた女の子のマスクがふわっと浮いただけやったけど、全然笑わへんかった。丸坊主の人が散髪行くようなもんですね。ふわっとしたら。マスクがふわっとして、全然笑えへんな、思いながら。行って、その前上、サロンですね。1時間半もよう、でもじっとできたな、その繰り返し。気持ちいいんですよ、この辺をチョキ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 行ったわ。あ、チョキチョキはせんかったけど、こう、プツプツ抜いたりするんですけどもね。それでちなみに。狭い室でね。寝そべんで。さあ、これがいくらでしょう。いくら？ハサミを一切使わず、粘着、両面テープの強い版みたいなんで、こう。ペロでしょ。ペロ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 。1時間半でしょ。白髪をちょっと抜いたりしてね、やったりしましたけどもね。でもほんま、1時間ちょいかな。1時間ちょい。1時間半はちょっと言い過ぎたかな。言い過ぎたらいかへんようになってしまう人がいるかもしれない。大丈夫や、そこ。言い過ぎたらいかへんようになってしまう人がいるかもしれない。大丈夫や、そこ。1時間ちょいかな。1時間半は言い過ぎたかな。ええねんて。1時間ちょいですかね。はいはいはい。2000円。ブッ。え？違う？ 5000 円です。え？ 5000 円で。はぁ。あんま髪切ったことを思ったら別にね。眉毛ももう綺麗やから一緒やから量ちゃうやんか。いろいろあんねん、ほんとそれ見てたらこう、うん、肌のパックとかパックね、うん、うん、あとそのなんていうんですか、女の人が眉毛整える、あれはなんていうんですか、先っちょ毛虫みたいなのついた、なんか、要はメイクでね、メイクでやるやつ、ね、あれ、うん、あれとクリームセットで買いませんかって、こう、うん、ほらもうマルチ商法や。いや、マルチ商法ちゃうマルチ商法ちゃうね、そこで売ってるやつやから大丈夫やで、ね、それはそんな木本さんですかっていう尋ねかけたもん。いや、尋ねかけたもんちゃうねん。これ買いませんかって。
お得ですよって。正当なね。家で。そう、手入れしてくださいっていう。1ヶ月もね、すればこのクリームもなくなるんで、うん、これを5つのセットでどうですかって言われて。いや、大丈夫です。言って。えらい勧められて。送ることもできますが、送ってこようとすんなよって思いながら。ああやってこう商売ってやっていくんだなと思うのね。いや、確かに、綺麗なってんねん、もう。いや、眉毛真っ黒ですわ。おかしいんですけどね。この52の眉毛の色じゃないですけどね。白髪がないねん。そうなんですよ。それをやってもらって。でもまた伸びてきたり、また。伸びてきたらまた、ビリ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 っていかなきゃね。それ癖になる、ね。今、だから、ね、二十歳そこそこの男の子なんかも当たり前ですからね。化粧水やってクリーム塗ってみたいな。免税してや。免税してやってますから。今度だからもう脱毛、うんうん、ね、そういうのもやってたから、脱毛もええな思ったんですけどね。もうほんだら髭剃らんでええね、うん。で、やっぱりね、その、お尻の毛とか、足とか、いろいろほら、うんうん、なんか、河本くん、次長課長の河本くんが言ってましたけど、はい、その、年行った時に、介護された時に、迷惑にならんように、お尻の毛も剃ったり、そういうこともするんですよ、みたいなことを真面目に、河本くん語ってましたけどね、この間、ラジオ来た時にね。ね、うん。あ、そういう考えもあるんや、と思いながらね。綺麗にしといた方が、まあ、いいってことだよね。まあ、髭もほら、こんなん、ほら、もう、おじいちゃんになって、身動き取られへんようになって、こう、看護師さんも嫌でしょ、髭、そんなん、剃って、顎上げて、って。はい強さん。いや、強さんって言われへんけどな、もう。90いくつなって。っていうか、生きてるかどうかやけど。はい、顎上げて、右の顎。はおーん、わんわんって、ほら、迷惑かけるやん。まあ、確かにそうやわ。孫とかに言われてみ。おじいちゃん、髭剃るよって。孫とかに言われてみ。おじいちゃん、髭剃るよって。マイーン言うて、ほら、もう、チャリン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 。そういうの、ほら、そういうのも、ない、一つ、ほう、手間が省けると、やっぱりそういうのも楽になるんちゃうかなとか。確かにね。いろいろ考え方があると思うんです。髭、そんなめんどくさい言うてもね、ようね。ほんまに。ほんとにこれがめんどくさい、髭が。で、いろんな髭剃りあるけど、いろいろ試してみたけど、一緒やね。一緒やね。あ、何やろ。結局、散髪屋さん行って、あれです。カミソリで剃ってもらわんと、ね、やっぱり、ね、うん、ね、剃って1時間ぐらいして、うん、あえてこう、髭剃りを当ててみんなよ。ウィーンって言うかな。チャッって言うから、ね。お、おぉ男の人しかわからないんですけど。まだね。ジャリ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 ーでも何も、もーんって無音やね。よし完璧や思って1時間後や。もーん、チャン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 。ほんとほんと。それこそホテルの T 字でやったと普通に電気カミソリやってたらシャチ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 ャ昔やったけどね丸いなんかもう皮ごとめくるやつねもうパラ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 っていうやつありますよもう大変ですよねそんなそうねほんま大変だから女の人とかもね、うん、毛の処理とかそんなも大変と思うわあれはあんな1時間もずーっと寝てかなあかんねんもん、うん、いや大変やねそれほんまに今なんかその永久脱毛なんかもう中学生ぐらいでもみんなやってんのもう俺ええと思うねんけどね、うん、そうね、うん、どうせそんねんからねどうせねどうせそんねんやったらもうほんまにそれやったほうがええ手でねやったほうがええ、ね、そうなんですよそういうことやってまして NGK では合間合間であとはもう天一の行ったり来たりで行ったり来たり天一、うん米田コーヒーホテル天一米田コーヒーホテル NGK それやったほうがええ手でねやったほうがええそうなんですよそういうことやってまして NGK では合間合間であとはもう天一の行ったり来たりで行ったり来たり天一、うん米田コーヒーホテル天一米田コーヒーホテル NGK 天一米田コーヒーホテルですねそういうまあ6日間いましたからね大阪に大阪いましたもうほとんど大阪人ですよもう6日間も大阪おったらうだ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 歩いたり帰ってきたり、うん、やっぱ暑いからやめようとかね、うんうんそれでも米田天一は絶対行ってた米田天一はもう行ってましたもうセットやから天一といえばもう米田いや違う違うで米田行ったらもう NGK ですからねNGK でいやそれは仕事で行かなあかんもうそれぐらいしかないですわほぼ天一食ってたもんねほぼ天一ですえーね、もう
だ毎食どっかで入れ、一人で言ってんの。そうや。でまあイベントが終わりまして帰ってきて休みがありましたから、うん、ああうんうん、ねしばらく、はい、休みというか、まあ、ありました、ありました。大げさなあれじゃないですけど、うんうん、ええー、どっか行ったりしたの。で草むしったりして、ああ家のね、家の、いや普段やってないことで、なんかひまわり見て、うわ綺麗な、ひまわりこっち向いてるわとか、うん、あかんと思って、うん、ね、そういうふうに思うとほら、なんかリタイアの時期なんでしょ人間として。らしいね、なんか土触ってて気持ちいいとか、はいはい、うん、こうなんちゅうんですか、こう盆栽いじり、盆栽いじりとかした終わりって、うん、ちょっと小耳に挟んだことあったんで、うん、いやいやいかんって言ってもうやめました。草むしんのも気持ちよなってくんね、土触ってたらほんまに、はあ、そこにわーってカマキリ出てきたりして、ピョーンってカマキリコンパチして、いやそんなよ、吹き飛ばしたりして、やって楽しくなってくんね。そうか、そう、ほんで日暮らし、そう、ほんで日暮らしって聞こえてくるね、夕方、うんうん、はあ、気持ちいいなって、ちょっとわっと汗かいて、汗かいて、もう秋やな言うて、そうやね、うわあいかん言うて、いかんいかんいかん、じじいになりかけてると思って、それはやめまして。でもええじゃん、聞いたことあるでしょ、うん、花鳥風月とか、花鳥、そうそうそう、それそれ花鳥風月、それはよ言うてくれな、あの知ってんのかな、花、鳥、うん、風、月、ね、みたいなことを思うとダメだって言いますもんね。月はもういよいよ、いよいよっていう言い方もおかしい。ただあれですよ、フラワーパークとか行きたいなとはまだ思わんよ。あそこまでは狭いでしょ、うん、虫多いし、ね、明日フラワーパーク行こうかって、うん、まだならないでしょ。ならない、まあ、確かにそこまでは、ね、紅葉を見てうろうろ、うん、まだならないでしょ。なれへん、まだ綺麗とは思えへん、紅葉を見て。だからそういう意味でも僕は、うん、おとついも、うん、昼夜肉、うん、今日ももうフラ、うん、もし逆らってへんかったら何食べてんの。だから湯葉とかでしょ、うん、豆腐ああ、魚って彩り豆腐セットとか、そんなの豆腐に豆腐食べてやろ、湯葉食べて豆腐食べて納豆食べてみたいな、もう豆ばっかりみたいなことでしょ。そうね、精進料理ちょっとお昼食べてみたいなのはまださすがにないです、うん、やっぱりまだフライ食べたいもんね。やっぱでもこういう熱々の焼肉、うん、タレつけて食べたいもんね。塩かタレか言うてもタレですね。タレで頑張って。うん。そう、おらん世界はやっぱ塩頼んで、うん、塩をタレにつけて食ったりね。やってもたとか言いながら。あと、炭塩を普通のタレにつけて食べてみたりとか、まだいけるかな、体はまだ若いかなって、自分に思い聞かしてるんですけどね。それはそれでうまいしね。ほんで、またあれね、間違えてつけたところで。そうです、そうです、そうです。ね、そうなんですよ。ああ、そのところで。そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。ああ、そうなんや、ね。うん、だからこの後、家帰ったら大福食べようかな、みたいな。もうやめときって、ちょっとそれはもうやめ。いや、胃がおじいちゃんになりますよって。いや、おじいちゃんなりますよって言ってるかもしれんから、もう内臓もちょっと、まだごまかしときたいから、うん、若い。もうええやん、そこも正直でええやん、そここそもそれは。だってラジオのスタッフさん、うん、みんな新大阪でたこ焼き食べて、うん、鹿作ってんねんで、はい、それで新幹線乗って、もう新幹線座られへんやろ、そんなん食ったら。もう座られへんと思うで。立ってる方が楽やまだ無理やって串カツたこ焼き食って新幹線乗る勇気はないわ。でもそれでもまだ平気な年齢やもんね。そうそうそう、サーフの人は若いから、みんなもう東島さんもまだそんな、うんうん、全然若い若いもん。たこ焼き食うて串カツ、串カツ食べて、雑誌ではその順番見たことあるけど、うん、その順番で食べたことない。雑誌ではその順番見たことあるけど、うん、その順番で食べたことない誰もやらんと思うねんけど、すごい。だから元気なんでしょうね、胃がまだまだ。串カツかってあれほっといたら何本でも食うてるよ。もうちょっとハマりゃうまいなと思ったら。さだから安代智子のね、安代がもうストップって言ったら、いやもう終わってますけどって言われたやつやろ。そう、最上でね、最上でごちそうさまで、もうストップで、いやもうこれで終わりです。あれ知って20本でねって、20本でね、まだ足りひんかったよ。そうそう、だから肉食べる人は若いって言うやんか、うん、言うねよく、うん、うん、だが、うん、ね、我々の大先輩横山ノックさんなんか朝おはよう言ってステーキ食べてて、そう、
ティーボンズって言って。いつまでも僕は元気やって言うてはったみたいですけどね。でもほんま挑戦してみなかね、これから朝ごはんちょっと肉焼いてステーキ食うて。やってみようかな。うん。うん。なんかすっごいでっかいの、もう300グラムぐらいのやつ。なんかすっごいでっかいの、もう300グラムぐらいのやつ言って。ただ、じゃあ、うん、おとついか、昼夜と肉食べて、うんうん、トイレ行って、うん、で、食べ物の雑誌見て、もう吐きそうになったから。で、トイレで見て。ちょっと怖かってんなぁ。だから、やっぱり、優しいの入れていかなあかんのかなぁと思って、もうちょっとショックやって、そのね、眉毛も白いの出てきて、まつ毛も白いので、もう鼻毛も真っ白になってきたでしょ。で髪の毛なんかも、うん、思いっきりこの生え際白いの出てるし。いや、白いぐらいさ、ハゲよりはええで、そら。たまらんよ。なんか、まばたきするたんびにな、うんうん、なんか、光が入ってくるなと思ったよ。うんうんうん、あれこれとうとうもう目に来たかなと思ったらちゃうね、うん、白いまつげが生えてんねん、それが光ってんねん、キラ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 ねえ、そんなことあんねん、あれは眉毛長いあるキルンって一匹じゃない、一本だけね、長いの眉毛どうなんでしょうね。みんなそこは逆らわず、もう白髪になったらもう白で行こうっていう人もおるし、いや、一本も白髪見せへんと、すぐ染める人もいますし、どっちで行こうかなと思ってるんですけどね。白髪出たら出たら、それで自然なんかなと思うんですけどね。まあ、こういう仕事してるとね、やっぱりちょっと多少は、やっぱ気にせなあかんみたいなとこ。白髪でもそれはもうロマンスグレーぐらいになると。だから、一般の人より若く見えなあかんのでしょ、うんうん、芸能人、芸人にしろ何にせよ、テレビ出てるったり、いろいろしてる人は、うん。逆言ったらどうなんやろ、テレビより、普段の一般の人より年ってなって思われるのもどうなんやろ。まあ、目立つのは目立つわな。行きすぎやで、あいつみたいな。目立つんちゃうの。ね、モンスターエンジン。ね、モンスターエンジンの、どっちやったっけ、西森かな、西森も真っ白にしてるでしょ、うん、あえて。あえてしてる。うん。白に染めたんすって、白髪出てきて。あ、もうそっちに白髪に寄せてやったんや。で、どうなったって言ったら、うん、いや、もう余計おじいちゃんに見られますっていう。そのままやんか、あえて。でもやっぱり人間やからやっぱ若く見られたいっていうのは絶対あるわな、でもどっかでな。そうっすよね。いやもう若く見られた方がまあええのかな、ほんまに。いやもう。で筋トレ、頑張って筋トレやって、うおーって言ったらもうシワが増えるしね。あれ意外とそうならしいですよ。シワ増えねえよね。で、ガーって言うから。って言うからもう、ガーって首のところとかしてもうシワシワになるみたいですよ。目元とかが。意外とね。ほんで、ヒサロ行くでしょ、うん、はいはいはい。だからもう肌がもう結構こう、弱ってくるみたい、うん。もうガサガサになって。結構シワシワになるんです。ヒサロ行くでしょ、うん、はいはいはい。だからもう肌がもう結構こう、弱ってくるみたい、うん。もうガサガサになって。結構シワシワになるんです。体は若いけど顔シワシワの人多いでしょ、うん、ボディービルダー、ね。ボディービルダーの人とか。シニアの方とか。どっちもどっちなんですよ。できへんねんね、うまいこと、ね。メイクせんでええもんね、年寄りメイクって最近コントとかじいさんやるときでも。もう昔やったらもうシワもう無理やり作ってそこにこうペンで書いてたりしたけど、もう今見えるからその上ペッ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 って書けばね。そうなんですよ。その話やしね。そうなんですよ。いやもう。逆らうのか、そのまま行くのか、うん、で、それよりもっと老けてやるのか、うん、まあ、どれか選ばなあかんね。こっから。でももうレイジ君ももうその、うん、ハゲてるから、うん、それをまあどうするかも、どうするかもんだよな。もうなんか矢野兵道の兵道さんみたいなうん、ハットをかぶって、もうそういう全メガネ、うん、黒いメガネかけてもけて、その全体がそういう顔のキャラっていうふうにすれば、それが一部になるやんか。兵道さんめっちゃウケるもんね、帽子取ったら。うん、ほんまに。すごいすごい、帽子取ったらもう。あのイメージやからね、うん、ずっとハンチング。そうなんですよ。じゃあ俺もなんかやっぱせな、その。でもハンチングは兵道さんがおるからね。うん、だからああいうこう斜めにちょっと、うん、えシルクハットみたいなの被るっていうけど、今日歌子さんみたいな。今日歌子さんもせって出てはったよ。あ、帽子ね。晩年帽子かぶってはった。帽子かぶってはったですけどね。あ、要するにあの手塚治虫さんみたいな。帽子斜めにぴょんって。上にポチッパってついて、そういうの被るとかも考えありますよ、いろいろ。それかも逆にグーン剃ってしまうか。スキンヘッド。あー、じゃあ汚いやろな、汚いやろな。うわーとか言うと。なんで
で急に。急にどうしたんで、レイジさん。スキンヘッドになって。うわー言って。今さら。うわーなんか、病みたいなのいっぱいつけて。手首とか。クロムハーツみたいな。クロムハーツみたいなやつけて。もうネタ邪魔になってた。せやな、ツッコミやしな。そうやねんな。さっき俺を処理せなあかんからね。難しいっすよね。いやその上手い人おんのかな、あ、変わり際。年相に変わっていく、きうまいこと。僕はもう小泉京子さんはもう天才やと思ってるけどね。女性ではね。自然な年の取り方をうまくやってると思いますよ。あと、ユウさんもずっと変わる。ユウさんもすごい。あ、だもう年齢不詳やもん。不詳やね。女性憧れてもんね。みんな。すごい年の取り方。お、男性やったら。綺麗な年の取り方してる。確かに。男性やったら大竹まこつさんとかね。なんか大竹まこつさんね。うん。東條英機みたいやけどね。なんか、博物館に写真やってそれか、郷ひろみさん、田原俊彦さんみたいに、もうストイックに。変わらん。変わらない、ね。ストイックによ、その代わり。ああ。そうですね。もう一瞬の隙間をあかんね。うん、隙間を。フライ三種盛りなんか。腹筋、腹筋あ、100回、ね。最低でも1000回やってますよ、みたいな。いやな、100回。そっち行くか。うん。それかもう自然に任せるのか。うわ、ん、それか、こう、うん、なんちゅうの、こう、行くも、うん。毛を育てる育毛にしてみるともうふさふさロン毛ロン毛にするとかうわーってどっちかやもんね、うん、もう1か100かってことやからね、いやほんま難しい。てか思いっきりメガネを赤いメガネででっかい赤い縁のメガネにしてそんな昔のタージンさんみたいに大阪のタレントいろいろありますけどね皆さんこう、うん年のごまかしをどういう風にしてるかうまくやってるんですか。たまにいますけどね、黒いなんかワンピースみたいなの着て、うん、白髪やねんけど、うん、ショートカットで黒縁のメガネで、うん、よくそんなおばさんおしゃれなおばさんとか、ね、ちょっとダボダボジーパンにこれ、うん、もう T シャツ一枚ですよみたいな。ああ女性の場合、ね。でまあショートカットでっていうか、まあまあレジ君はもうショートカットやからそのまま。ショートってショートもそのないねんって。ショートナイトか。ショート、いや、ショートナシットっていう。ショートナシットなんか、そんなことばれへんねんって。ほんまに。ショートナシット。あ、それか、俺言ってる、その眉毛のとこでやってもらったよ、頭。なんて眉毛のぐらいの液体で済むってん、その頭。眉毛の量と同じぐらいの液体で済むってん。もうこんな。だから眉毛を頭に変えてくださいって。毛根も頑張っとるわよな、まだ、ほんまに。そういうことじゃないですか。まあね、もうほんま、いや、難しいわな、このほんまに、年相で。ね。うまくいかな、ダメなんですよ。うまくやらんとね、もう、って、引かれたりするからね。うまくやらんとね。あ、そういうかも、思い切って金髪にするとかね。それ毛根も頑張っとるわよな、まだ、ほんまに。そういうことじゃないですか。まあね、もうほんま、いや、難しいわな、このほんまに、年相で。ね。うまくいかなダメなんですよ。うまくやらんとね。もう、って引かれたりするからね。うまくやらんとね。あ、そうかも思い切って金髪にするとかね。それはあるやん、金髪。金、もう抜いて金。抜いて、ね、抜いて金。その金をに染めるんじゃなくて、もう、一回抜いて。剃って。一回抜いて、毛を。色を抜いて。いや、色抜いて。抜いて、ほんでそこに金、ブルーとか入れるとか。そう、大阪のおばあちゃんやけど、それ。紫とか赤とか。いや、前髪。で、半分緑で半分何もなしとか。うん、あ、そういう、そういう、うん、そういうおばさんが来てたんですよ。NGK の単独に。え、嘘？半分緑で半分スキンヘッドの人が来て、うん、渋いおばさん。あと、俺あの、舞台から見ててんけど。夏木マリさんみたいな感じかな。あ、夏木マリさんみたいにしたらダボダボの。ね、気出したり人の真似はしたらダメですね。まあ、真似はね、したらあかんけど、まあ、難しいところでございます。さあ、それではそろそろお時間です。2時間30分の生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show!
どうもこんにちは、ザラジオショー金曜日中川家のレイジです。よしです。はい、このザラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツ、土曜日帰りのパートナーでサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島えりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、先週大阪さんよく食べましたね。ねえ、うん、もう帰ってきちゃいましたね。来る前にイカ焼きを買って、そうです、ね、ミックスジュースを飲んで、はいはい、でも新大阪駅で1時間半足りなくて、時間が、本当はミミウも行きたかったですし、はい、うどん好きね、胃袋もちょっとね、スペースもちょっと欲しかったので、うん、間にお土産を挟んで、だましだましで、そう考えたらすごいな、全部粉もんじゃないですか。そうですね、うどんも、はい、そう、しかつもたこ焼きも、真ん中が熱い、暑い、暑かったでしょ。びっくりしました。びっくりしたでしょ。はい、な、何味って塩と醤油を半分ずつ、美味しそういただきまして、うまいですよね。そうはね、たこせみたいな食べ方 あったんですけど、こう取っておいたんですよ。串カツ何本ぐらい、それが3本の予定だったんですよ、はい、レイさんおっしゃってたように、はいはい、赤ウインナーも入れて、はいはい、しゃべりながらだと6本ぐらい食べてたんですよね。はい、あそこ行ったんですよね、2度経験しやで、今とか。そうですよ、そうですよ、新幹線乗ったら隣が、はい、いわゆるハイボールおじさんだったんです、うん、あやってましたか。名物の40分の間に3杯、うん、うわー元気やな。泣くやついてへんねんな、まだ。でも優しいおじさんだったんですよ。そうだったですね。そうです、充電器貸してくれたりして。なんで そういうおじさんから寂しいんかな。帰ることが寂しくて飲んでんのかな。同じ気持ちなので私も。すごいな、楽しかったです、楽しく過ごしたということで、はい、さあ金さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、帰省した話、はい、さあ、先週ラジオショー大阪から、まあ、生放送をやったということで、本日はリスナーの皆さん帰省ですね、はい、の話、をこれテーマでメール募集したいと思います。実家に帰った話、まあ、そこの地元の話、もう何でも OK でございますんでね。我々はもう実家には帰れずでしたね、大阪6日間いてましたけど。そうですね、今はもうちょっと、ね、帰りにくいでしょうね、帰りにくいですね。さあリスナーの皆さんからのね、帰省した話、メールツイッターでお待ちしております。メールの方は ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com です。今週もメッセージを読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。ツイッターの方を読まれた方全員と、さらに抽選で5名様に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。ツイッターの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。そして中川家ザラジオショーインスタグラムのアカウントもありますので、ツイッターに上がっていない写真もアップしています。ぜひフォローしてください。東島もさっきインスタグラム始めました。さっきお二人のフォローをしました。フォローしました。言い慣れてない。どんな写真、どんなインスタ上げたんですか。おじさん観察日記をこれから上げていこうと思いますので、よかったら覗いてください。わかりました。そして今日2時台のお客様はお笑いトリオロバートの秋山隆二さん、生登場です。久しぶりでございます。中川家ザラジオショー FM93AM1242、 東京千代田区有楽町の日本放送から、この後3時30分まで中川家日本放送ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10 10-10-10。はい。
い、どちらのカードをお使いですか？全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。ください。お電話は 0120-418-021 まで。はい、赤ひげ薬局です。精力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きます。オットピン S、 JR 新橋駅前、フリーダイヤル 0120-032-655。 赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 アポロステーションプレゼンツ、日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時30分。宇藤由美子、宇藤のラジオ。今回のテーマは返してください。本、ゲーム、お金、お宝グッズ、時間、青春、私の真心、あなたが今返してほしいものを教えてください。お休みの宇藤さんに代わって、フリーアナウンサーの雨宮萌香さんが担当する宇藤ラジは今日午後3時半から。ねえ返して。返してほしいものを教えてください。お休みの有働さんに代わって、フリーアナウンサーの雨宮萌香さんが担当する有働ラジは今日午後3時半から。ねえ返して。中川家のレイジです。つよしです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先週大阪でやらなかったんですけど、先々週にね作りました。架空ですね、腰サポーターセボーネセボーンのラジオ CM、 お聞きください。どうぞ。体が痛くて痛くて、しゃがむと辛くって、歩くのが億劫で、そんな時にはディアムツライスクレッターのセボーネセボン、最高のセボーネセボン。携帯見たらやってそうやな。携帯で YouTube 見たら広告でね。うん、やってそうやってそう。広告5秒でやって。うん、ありそうやから。うん、ね。ね、いいですね。面白いですね。まあ、YouTube のこの。そうですね。ね、はい。はい。さあ、今週も来ております。はい。今週はですね、この方、ナッピョンさん。お二人に作ってほしいラジオ CM は、架空のおもちゃ屋さん、パピプペポです。少子化が進み、街のおもちゃ屋さんがどんどんなくなっていくこの世の中。とある地方には、今でも地元に愛され存続しているおもちゃ屋さん、パピプペポがあります。うん、学校帰りの小学生や暇を持て余した中高生、家に居場所がないサラリーマンまで、年齢関係なくみんなで遊べる地元の、がないサラリーマンまで、年齢関係なくみんなで遊べる地元のたまり場的存在です。行こう。行こうよ、うん、行こう。子供ですね、はい、うん、ちょっと行きますか、うん、行きますか、うん、大人ですね。行こうぜ、うん、お行こうぜ、うん、まあ、高校生みたいな、うん、行きましょうか、行きましょうか、もうおじいちゃんおばあちゃんみたいな、大人から、うん、子供から学生、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで、うん、パピプペポポポ、パピプペポポポ、パパパパピプペパッパッパ。今日は休みです。ズカーン。パピ。パピ。
でしょう。おもちゃのチャチャチャですね。パピプペポポポ、パピプペパパパ、パパパパピプペパパパ。今日押してね。バーンってなった感じかな。で最後にパパパパピプペパパパ。今日は休みです。ズゴーン。オース。いやいやいや、ちょっとさっき言ってたとき。え、何やったっけ。さっきパピって言ったよ。あ、パピ。もうオースあんまり使うのやめとこうって。そうですね。もう使いましたもんね。ほんまに。なるほど、来週どうなっているのかということで、はい、受付メールアドレスは ngk@1242.com ngk@1242.com 件名にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るかカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。中外製薬プレゼンツ坂本理沙のヘルシーメルシー、皆さんの健康的な生活を応援していくスペシャル番組です。今度の日曜夜7時から放送。ゲストはピンクレディーの K さん、増田恵子さんです。懐かしい名曲がいっぱい、振り付け覚えてるかな。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後は試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は、無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。日本放送強し&レイジー from 中川家さあ、テーマメールの方行きたいと思います。テーマ、帰省した話。この方、長崎市、ひーちゃんぽんさん。私の実家は長崎県の五島列島です。五島のお盆は3日間とも夕方暗くなる前にお墓に行き、提灯を灯します。ろうそくが消えるまでだいたい1時間半から2時間、爆竹と花火の音で賑やかにご先祖様をお迎えするこの風習が私は大好きです。うん、東島さんもご存知だと思いますが、お墓で花火は長崎の常識なんです。うん、しないんですか？しませんし、そうですか。花火屋さんは大体みんな行きつけのお店があるぐらい、よくしますね。それは、はい、お盆に帰ってくるご先祖さんに向けての花火。そうです。おかえりって言って明るくお迎えしてお送りしてっていう。どっから来てんねやろ。やっぱ中国から伝わってきてんのかな、うん、長崎に。そうかもしれないですね。72時間でやってましたね NHK。うん。
爆竹のやつやってました。あ、そうね、爆竹も鳴らして、うん、普通のなんか花火も手持ち花火の話もありますからね。いやあれ出ないですよね、あの、うん、なんか竜みたいなやつは、じゃ踊りの竜、ね、あれはあれはお墓には出てこない。あれはもう特別な時の竜ですから。はお墓には出てこない。あれはもう特別な時の竜ですから。はい、パンフレットとかではねよく見るやつですよね。読んだらお墓でそれ爆竹やったりして、うん、にぎやかにやるって感じなんですか、はい、そうですよ、で出店に出ないですか、ちゃんぽんとか。それ言い過ぎ。楽しみすぎですね。ちゃんぽん出ない。あ、明るく迎えるとかですかね。はい、へえ、長崎にはそういうのがあるんだ、うん。なるほどね。さあ、この方、新宿区、みょうがのつみれ汁、小松菜。私は、今週初めから長野県の方に帰ったんですけども、帰ると驚かされるのが街の変わりようです。家の下の道には2車線の巨大バイパス道路ができていて、私の家の前の道も交通量がとても多くなりました。私が小学生だった15年前までは普通に家の前で縄跳びやサッカーをしていたのに変わってしまって少し寂しかったです。そうですよ、街の様子ね、まあ、公園もだって、うん、ボールとバット持って遊ん、まあ、公園もだって、うん、ボールとバット持って遊んだらダメなんでしょうか、うん、そうそうそう、今ねボール昔はもうみんなバットとボール持って行ってましたけどね、うんうん、ね、走ったりしてましたけど、だいたいあのね、うん、この間もロケで行ったんですけども、うん、あの回らないですよね、あのジャングルジムも丸いやつ、丸いやつね、あのなんか地球みたいな丸い、地球みたいな丸い、あのぐるぐる回すやつ、うん、あれもダメなんですよね、もう回されへんし、危ないから言うて、うん、何でもなくなってきますから ね、滑り台とブランコぐらいか今あるって言ったら、うん、そんなもんやもんね。森口も変わりました。森口はもう何にもないですね。人がおる、人がいないですもん。うん、それこそ北斗の拳見たことあります？東山さん、チラッとは、あのエンディングの歌の映像みたいな感じです。うん、ちょっと後で検索しますね。こういうことか、風が吹く。一人男がずーっと地平線に向かって歩く。一人男がずーっと地平線に向かって歩く。そんな森口ですね。いやでもそういうとこって増えてるやろね。でもちょっとは市内のちょっと外れとかやったらもうみんなおらんようになってみたいな、ね、世田谷はまだありますけどね、うん、まあ、水が出る移動がまだ あえてこう置いてあったりしますけどね。今何でしょう、今、うん、小学校中学校って水飲んでるんですかね、あの水道でわー出して。いや飲んでないもう天まで届くぐらい水出るやつ。蛇口を逆さかさんにしてシューって、あのプールの目洗うやつみたいに上に上げてね、それで口を思いっきり当てて飲むっていう、そんなことしてる。いないですかね。みんな自分で持って行ってますよ今。あ、変わったな。あとなんかあれでしたっけ、何でしたっけ、踏んで水出る、ありますね、ウォータークーラー。あ、ウォータークーラーか。それはあるんですか。それはあると思う、あると言ってましたけど、ね、昔変な味したよな。変な味しましたよ。飲んでて首かしげても、土蛇口ひっくり返して飲もうとしたら中にカエルおったんやろ、うん、それカエルどけて飲んでたんやから水。もう今やったカエルも飲みたかったんやろな。美味しかったのかな、だから飲みたすぎて中入ってもうたみたいな、そうですね。そんな遊びしてたもんね、ほんまにね。あと一ついけますか。この方は3番ショートうなぎさん。お盆は帰省して実家のお茶屋さんの店番をしておりました。毎年のことですが、この時期は厳しい暑さでとても暇です。しかしお客様はいつ来ても大丈夫なように髪の毛は常にセットし、1時間おきにいらっしゃいませと発声練習をしておりました。結果発声練習も実らず暇な店番となりましたが、お盆のいい思い出になりました。夏に飲む温かいお茶も最高ですよって。あ、実家がね商売してたらそれ手伝わなあかんのか。どうしても、ね、お茶ですか、お茶屋さん、お茶飲まなあかんのか。どうしても、ね、お茶ですか、お茶屋さん、お茶屋さんですって。熱いのしか出されへんのね、冷たいのもねあってもおかしくない。水出しお茶みたいな、水出すや、水出しアイスコーヒーみたいな。分からんねな、まだあの味の良さが分からへんねな、まだな、その深みがね。そう、お茶屋さん、やっぱり店の人もやんねんね、いらっしゃいませってなんかこうね、なんかあのたまに一人でずっと家を歌うはっとかって言うじゃないですか。いやー、あんまりにも声出してないとね、うんうん、やっぱり夜中だからコンビニとか行くと、うん、すいませんすいませんって言うんだね。ようなるわ、あれ喋ってないからやで。多
あ、そうやね、うん、店員さんもそのえんってびっくりして。でもね、そう考えると、うん、漫才師ってあんま声出せへんね、出ていく前に極力静かにする、ね、あんまり喋りたがれへんというか、うん、まあ、中には喋る人おるけど少数やもんね、そういう人ってね。結構声ちっちゃいけどね、喋るって言ったらダーバーみたいな。なんなんでしょうね、出したくないみたいな、ね、やっぱりエネルギーをこう貯めてんのかな、やっぱ舞台って。なんなのね、しんどいから声の練習なんか一切してない、ね、やって、ね、あとか言ってないもん、やってない、ね、も発声の授業なんかもう1日しか行ってないもんね、うん、あ NSC のね、養成所のはってそのまま帰ったから、ね、はぁー言うてもう二度と来ませんって。おっさんってやったやった。帰ったなぁ。そう。ね、発声、あ、そうね。まあ、これもね。はい。じゃあ、引き続きね、お待ちしております。はい、今日のメッセージテーマは、帰省した話です。ngk@1242.com までお寄せください。続いてはブランド品専門店ロデオドライブがお送りするハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。さあ、ここで大和骨董市からのお知らせです。明日土曜日午前7時から大和骨董市展が開催されます。小田急江ノ島線、相鉄線大和駅下車すぐ、東西のプロムナードに約100店舗出店しており、全国でも有数な骨董市となっております。きっとよみがえるあの頃の大切な思い出。来た土曜日、大和骨董市展、午前7時からの開催です。ご来場心よりお待ちしております。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。この時計覚えてる？最初の誕生日プレゼントでしょ？もらった時幸せだったな。今は？幸せかな。私とあなたと過去と未来をつなぐ心のギフト、ロデオドライブ横浜館内店、9月グランドオープン。ロデオドライブ。時刻は1時52分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。 NTT ドコモはキャッシュレス決済サービス D 払いが今日午前10時ごろから Android 搭載のスマートフォンで利用できない障害が発生していると明らかにしました。ドコモは復旧作業を急いでいます。今日午前10時過ぎ、横浜市泉区の山林で爆発音がしたと近隣の住民から消防に通報がありました。神奈川県によりますと、送電設備のトラブルがあったという情報が入っていて、東京電力から送電線が破損したと説明があったということです。警察や消防によりますと、怪我人は確認されていません。この爆発音で消防車やヘリコプターが出動しました。近所の女性は、ドーンとものすごい音が聞こえた、裏山の方から煙が上がっているのが見えたと話しました。次に、今日午前9時15分ごろ、沖縄県宜野湾市の市道交差点で散歩用のカートに乗って横断歩道を渡っていた園児7人が軽乗用車にはねられ病院に搬送されました。警察によりますと、7人の疑いで車を運転していた沖縄県中城村の池原優香容疑者21歳を現行犯逮捕しました。赤信号を無視して交差点に進入した疑いがあるということです。立憲民主党の泉代表は今日の記者会見で、自民党の萩生田政務調査会長が生稲晃子参議院議員とともに世界平和統一家庭連合、旧統一教会の関連施設を今年6月に訪問していたことについて、組織的に動き生稲議員を連れて行ったのではないかと批判しました。その上で岸田内閣について次のように述べました。
統一教会内閣と言っても良いぐらいに、まあ、半分弱ぐらいのですね、政務三役が統一教会との関係を有していたということも明らかになっているということで、こういったことを踏まえるととにかく国会を早く開くべきだと。おしまいに、新型コロナウイルス統一教会との関係を有していたということも明らかになっているということで、こういったことを踏まえるととにかく国会を早く開くべきだと。おしまいに、新型コロナウイルス対策に伴う営業時間の短縮要請に応じずに東京都の協力金を騙し取ったとして東京赤羽の飲食店経営者らが警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは北区赤羽南1丁目の飲食店経営者で中国籍のニエン・リー・イン容疑者50歳と共同経営者の佐々木弘樹容疑者62歳です。調べによりますと2人は共謀し都の時短営業の要請に協力せず経営する飲食店で客に酒類を提供していたのに今年4月に都に協力金を申請して現金108万円を騙し取った疑いが持たれています。ニエン容疑者は無許可で接待を伴う営業をしたとして逮捕されていました。調べに対しニエン容疑者は黙秘し佐々木容疑者は容疑を否認しているということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。パチンコパチスロメーカーのサミーイエローハット、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。56分です。日本放送交通情報です。警視庁の和田さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インター付近まで21キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロ、大月ジャンクション付近で工事のため7キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の下りは幕張パーキングエリアで大型トラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。東関東道の下りは宮野木ジャンクションに故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。一般道路は都内の日光街道の下りが足立区梅島1丁目で道路に穴が開いているため1キロの渋滞です。道路交通情報センターの和田でした。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。あの剛さんがあのオープニングで言うてました眉毛サロンあのお便り来てまして、この方は横浜市の方ですね、スメシさん。剛さん、眉毛サロン行ったんですね。私も最近初めての眉毛サロン予約したので今度行きます。友人はプロの方に整えてもらったのを写真に撮っておいて自分で整えると言ってました。剛、さん、爪整えたり美意識高いですね。爪はもうあの、はい、あるアイドルの子がね、うん、スタジオで見てえぇって言ったかもやめました気持ち悪いんですよ。手のシワシワのおっさんの手につるつるした爪が気持ち悪いってあの言ってはないですけど目が言う、そう言ってたんで目がね、目が言って即座にやめました。難しいですね。爪は綺麗に切ってますよ、ちゃんと。昔も子供の時あの綺麗好きなんですよ。で、軽石で顔こすったもんね。そう、軽石で顔こすってみんなこう火傷みたいになってだからその美意識が高いというかなんか綺麗にしたいでしょ。その美意識というよりは何もない状態にしたいのよ、赤ちゃんみたいな。でももうならないですね、卵肌みたいなことですね。そうなんです、あんな戻らないですよさあ、じゃあ美容系ラジオ目指してラジオショー頑張りましょう、はい、怒られる今日のテーマは帰省した話です。アポロステーションプレゼンツ日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時30分。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。長谷園の
どんでんパンダキャンペーン。パンダがどんでん、僕らに、僕らがどんでん、パンダにひっくり返すと、かわいいパンダのぬいぐるみがひんやり枕になっちゃう。総計5000名様に当たります。詳しくはホームページで。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。静止です。日本放送東島恵里です。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それでは2時の強めろちゃんのお天気です。お願いします。お願いします。はい、あー帰ってきたな大阪からということでしょうか。天気はですよ、はい、天気はいいですね。雲がちらほらありますが快晴です、はい、風が強く吹いておりますが、すごいな、みんな見ただけで、ね、気温の方が 30.9 度、はい、湿度が 46.6%、 秋が近づいてきてますね息吸っても大丈夫ですよ、途中息吸っても、はい、すいません。でも30度ってもう昔はもうすごい猛暑と言われてましたけど、昔はね、でも昔はもうすごい猛暑と言われてましたけど、昔はね、あ、もうすいません昔の話すなみたいな感じです。40年前の夏の気温こんな感じでしたけれどもね、最高気温が32度とかやったんですけどね、それを言ってますよ今。あ、はい、失礼しました、すいません、はい、あのお便りの方が来ております。来てますか。はい、この方は埼玉県の斉藤ラララさんでございます。ラララ、はい、先週は強めろさんも大阪からでしたね。大阪ではラジオ以外の時間をどのように過ごされましたか、はい、大阪を満喫できましたか。大阪は一歩も外に出てません、はい、ね、え、私もこう耳溶けちゃうんで、まあ、暑かったですけど、はい、何うさぎですよ、はい、私うさぎですから。分かってます、はい、分かっております、はい、強めろちゃんです。一歩も出ずですね。一歩も出ず、何してたんですか、はい、一歩も出ず、じっと体育座りして高校野球見てました高校野球いやいや、じっと見れるようになりました高校野球あ私は何をやってるんだろう、はい、この子たち頑張っているのにって気づいたらもう4試合全部見てましたね朝から夕方まで三角座りという、はい、で高校野球、そして夜は熱湯甲子園見て涙してフルコースですね。いろんなドラマがあるんですね、17歳18歳だと言っても。そうですね、本当にいい経験だなって思います、うん、人生の中で甲子園に立てること自体難しいですけどね、うん、いや、そうそう、ほとんどのね人は、私の知り合いなんか、はい、ラグビーで花園に立ったんですけど、はいはい、芝生の上でアキレス腱伸ばして終わったらみたいです。高校生活を終えたみたい。試合には出れず、アキレス腱伸ばしとけよって監督に言われて、はい、アキレス腱伸ばして、はい、その子の青春は終わったみたいですね。知り合いの強さの話ですか、ね、そうですね。そんな、ね、いや本当にね、全ていい思い出という、それを花園でアキレス腱伸ばすのも、はい、決められた人間しかできないですけどね。そりゃそうですね、これ今ねできなかったですけど、それはそれで、はい、青春だと思います、はい、とにかく青春ですね。とにかく青春、はい、なんか公園でも行こうとしてるんですよ今の抑揚のつけ方が講演会のような抑揚のつけ方やったんですけど、やっぱ青春、はい、それが青春なんですね横の水を飲もうとです、ね、そうですね、あのコップで蓋をしてるタイプのやつ、はい、はいはい、よくわかりますわかりますなんか怖なってきたなお前、ね、さあお天気の方、はい、お天気です、よく晴れていますね、はい、関東地方この後も強い日差しが照りつけます。ただ体感でちょっと楽だなと感じるのは、はい、空気がカラッとしてるからかもしれないですね。最高気温は予想で東京都心は33度まで上がる、内陸では猛暑日になる可能性もありますので、引き続き水分補給は忘れないようにしてください、はい。さあこの後は今日のお客様、ロバートの秋山さん生登場です。お楽しみに。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。
ドランクドラゴンの鈴木拓です。僕もドランクドラゴンの塚地武雅です。料理と実況を掛け合わせたグルメライブバラエティープログラムがポッドキャストで絶賛配信中。その名も IH クッキングライブショー。熱い実況と料理のしずる感をお届けします。聞いたら絶対お腹すきます。日本放送ポッドキャストステーションをチェック。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は長放送ポッドキャストステーションをチェック。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドウィッチマン。お昼の番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 Welcome to the Radio Show。さあ、この時間はザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方でございます。よろしくお願いします。ロバートの秋山です。よろしくお願いします。日本放送日本放送アナウンススクール受講生募集。日本放送アナウンススクール。ぜひラジオ CM 入れて。絶対ないですか。絶対曲によってアナウンススクール自己生募集っていう。ある。あとハウジングね。日本放送ハウジングプレゼン。なんとかなった。絶対曲がハウジング持ってんですよね、それぞれ。持ってるね。ABC ハウジングとかあるもんね。いろいろハウジング持ってんですよ、ね。ハーモニーで終わっていく。ハーモニーで。どうですか、このうちみたいなね。すごい。あ、で、局がやってるんだっていつも思って。局の方には。知らんけどね。そんなに。この会社がこれもやってるんだ。はい、そうそう、この会社これやってるんだっていう系列ね。昔の、あの、はい、好きやね。俺も系列見る、うん。系列好きっすね。昔 CM でね、ずっとその。あ、スカイラーク、うん、これもやってる。そう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 。いや、面白い。好きやけど。たまにびっくりすぎないですか、本当に自分だけ見つけた店と思ってたら、あ、このグループなんだ。全然ポップやないか、おい。なんか穴場見つけたのに、めちゃくちゃポップな母体やんと。あるある。そうそう、だから、うん、さんまさんが木曽路をもうあの木曽路だけ思っててんて、洋画にある木曽路があるんだ。これなんかもう老舗の木曽路やと思ってたんだ。で、チェーン店ですごいショックがあってましたわ。そう、スーパー大チェーン店ですよね。そう、スーパー大チェーン店です。安心のブランドですけどね。そう。やっぱ移動中とかでやっぱそんな見てまうやめちゃくちゃ見ますね。国道沿いの。国道沿いとかも。だから、うん、移動してると、うん、隣り合わせで並んでるとことがあるから、いつか気づくんです。合わせで並んでるってことがあるから、あ、いつか気づくんですよ。待てよ、この店とこの店いつも並んでるな、そういえばみたいな。で調べたらなんだ、系列店かよ。母体がホールディングスが同じかよ、おい。ちょっと携帯見て、ちょっと携帯見たら同じマークが下にいっぱいあって、いろんな。なるほどね。ね、経営理念まで見てしまうからね。経営理念まで、経営理念見ますよね、下に。あ、本当に目指してるやつしか開かないやつと思うので開いちゃうんですよね。会社経営理念。資本金とか。資本金、こんなのあんの？この、あの有名なチェーン店。ちゃんと調べたら資本金まで出てくる。こんな金額から始めた。こんな金額から、そんなの明かさなくていいだろ、こんな金額から始めました。会長なんやみたいな。会長。そうですね。で、その会長まで調べ出して、今度。この会長ってどうなんだろうって調べたら、あ、いろんなとこから行ってこっちに来たんだみたいな。この会長ってどうなんだろうって調べたら、あ、いろんなとこから行ってこっちに来たんだみたいな。もっとこっちの大きな銀行の方なんだ。多いね、それね。多いっすね。なんちゃら協会の会長も務めてる。そう、何個も務めてるんですよね。そう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 。めちゃくちゃ面白いですよ、あれ。調べると。細かいとこやっぱ見てんねんな。めちゃくちゃ調べますね、一回一回。
うん、だからもう、うん、気が済まないよね。気が済まないですね。それやらん気が済まないです。子供の時からもうだって、はい。子供の時から、まあ、調べるまではなかったですけど、うん、ずっと考えてましたね、これ。うん、何のやつなんだろうって。あの、新幹線のとことかにも、うん、貼ってあったりするじゃないですか。うん、あれって本当に引っかかる人にか引っかからんようなポスターだから。なるほど、ね。何なんだろうって。あの消防車が映ってて、なんか、うん、消防車のはしご作る会社なんかなとか、うん、消防車自体作ってんのかなとか思って止まらないのよ、そういうとこ、見出すと。見出すとね。だから僕、うん、ロバートで初めて見たネタで、うんく、うん、はい、がおっさんやったんよ、うん、コントとかで。はい。はい、で、やたら、おいっていう。いません、おいおあと、なんか言ったとこですよね。なんとか、なんとか、なんとか、なんとかだよ。おおいおおあ、お前おなんだ、その王は。そうそう。それでも、ああ、多分見てきたんやろうなっていうのが、よくわかりますよね。ネタ作るのもそういうとこから、初めなんかな。多いですね。本当に多いですね、それが。うん。だからもうそこはもう、レイジ君と一緒だ。あ、もうでも本当、いや、レイジさんのそうっすね。気になったとこを。めちゃくちゃレイジさんのやつそうっすね。うん。だから、ボケを考えたんですけど、新幹線っていや、新幹線ですもんね、うん。新幹線から探してくること多いですもんね。多い。さっきも新幹線の話してらっしゃいましたけど、要は。はい。新幹線で咳込む人とかも全部、いやもう、自分の周りのあの、一両の中で起こることですよね。うん、そうか。ですね。ないよね。できないから僕、ほんただ体だけやりましたけど。ああ、それはね、また。はい。あれはね。見たないですね。全然芸能人のやつ難しいですもん。難しいし、まあ、正直あんまりこう、やったとって面白いと自分の中で。そうですね。別にやりたいとは別に思わないし。そこね、秋山君のクリエイターズファイルはね、はい、もうずっと見てきてるんですけど、はい、うん、面白いんですけどね。一、うん、個だけ秋山君にも、これはあかんでっていうことを ルミネでお伝えしたんです。え、何あかんでっていうやつがこれのファイルに載ってたんですけど、この色で、世界一クリエイティブな大型犬、はい、ロルフ君。これはダメやで、僕は。これは確かにすぐ中川家さんに捕まりました。おのおのに。あれ何って別に捕まりましたよ、それ。何やってんのよ、犬っつって。犬にって。クリエイティブでも何でもないですからね。クリエイターズファイルつってんのに犬だから。先生から来たのに犬だから先生から社会者に言うときますけど普通ね、うん、これも芸人の心理として、はい、あんだけへんへん言ってるの怖いのよ。そうですね、受けへんでも、うん、それがさこっちが思ってる以上に長いから長いです。でもリアルまで行きましたから犬の間で犬の間やねんな。あれ犬の間なんですよ。犬の間をデフォルメはしたくなくて。犬がドラを鳴らすんでしょ。はい。何でも例えば、うん、ね、うん、どっちか選びましょうか、うん、じゃあ。うん、あ、どっちか選ぶってことがあれは。はい。じゃあこれ水があります。水か、はい、じゃあマイク、うん。どっちかちょっと言ってもらっていいですか。どっちタッチしてって、うん、どっちでも、うん、ロルフ。ロルフ。水。犬はちゃんとだから考えてるんですよ、これ。犬ね、はい、犬のなんかね、犬の間があるんですよね。キョロキョロして一回後ろ向いたりするじゃないですか。集中力ないから、ね、で途中で忘れてんのかなと思いきややっぱちゃんと考えてて覚えてるんですよ。普通そこはしょるやん。いや、はしょる、絶対怖いから。2回目もまたあの間で来るのよ。いや、めちゃくちゃ怖いっすよ、あれは。確かに怖いよね。怖いけどやっぱ犬のこと考えるとまだだな。犬だとまだだな。これ芸人の間だな。犬だと全然気にすんない。お前犬だって言って押さえつけて。自分で言い聞かせて。はい。犬だとここ行かないぞ。お前芸人で考えんな。犬だろ。あのね、まあ、今日はここで水とかしかなかったけど、ね、はい、しかもあの、お手みたいな賢いやり方ちゃんにグンと押すんですよ。うん、そう。なんか。そうなんですよ。距離感がね。あれやっぱちょっと盛り上げようとしたらカーンって鳴らした方がわーってなりそうなんですけど、でも犬はそれやらないから。あのね、まあ、今日はここで水とかしかなかったけど、ね、はい、しかもあの、お手みたいな賢いやり方ちゃんにグンと押すんですよ。そうなんですよ。距離感がね。あれやっぱちょっと盛り上げようとしたらカーンって鳴らした方がわーってなりそうなんですけど、でも犬はそれやらないから、本当になんか押す感じなんですよね。ズドンって。
だからドラのやつ見てもったら一番わかりやすい。ドラのやつ見てもったらそうですね。ズンってくる。手の裏から行くわけないじゃないですか、犬が。ね、こんなないから。だからこう置く、押すんですよね。リアルやね、やっぱり。リアルですね。だけどもうすぐ100個いくんでしょ、まあ、そうなんですよ、もう年内に100いくんですよ。今95、そうですね、7年間ぐらいやってるとちょうど100いくようになって、でね、全てのキャラクターね、うん、全部共通して僕、うん、これ言えるのがね、うん、狂気じみてんの、ちょっと怖い全部怖いっすか、結構怖い。昭和のとんでもない彩りに千本の線に単で最先端、実は今これが注目されて、こいつ最先端だったんじゃないかって、当時は普通でしたけど、回しの下見るところなんか USB みたいなのがいっぱいついてるんですよねこの回しの下のこのジロジロ、これ下 USB じゃないか、あ、ほんまやとか、なんか一個一個、そうか、何々部屋って扇田部屋っていう出身なんですけど、扇田ラボっていう言い方してたり強かったよなこれもまあ皆さん、あのちょっと見る機会あったら見てほしいんですけど、はい、公式サイトもあるから、ありがとうございます。僕ね、この押上さんですか、押上優ですね、はい、魔性の女詐欺師って3日で6億円騙し取ったでも誰も訴えないんですよね、でみんな口を揃えて言うのが、いやでもすごいんですよ彼女はっていうよくあるやつ、詐欺に詐欺処理の方が、みんな男性は誰も訴えない、ただすごいんですよ、この服もやっぱり、男性は誰も訴えない、ただすごいんですよ、この服もやっぱりそれをイメージして、そうですよ、なんかちょっとそういう感じの、うん、このまあちょっとお年を召してて、はい、ちょっと攻撃的な方って意外とその短めのスカートを履いたりおい、だいぶ見えそうじゃねえかよっていうような履いたりするんですよねこれは、はい、はい、ナンバー35ですね、はい、明治の偉人日本活あの一応日本最初のクリエイターですか、それなんどういうことや最初のクリエイター、日本で一番最初のクリエイターって言われてます、て田村蔵之将ですね、蔵之将、もう映像が残ってないけど、実は言ってそういう声が残ってるんですよ、そのうちさみたいなあ、声は残ってた、声だけ残ってる、そのうちさ、それぞれ地域ごとにさ、ね、地域の特色の地元の女の子を集めてさ、その女の子で何か歌ったり踊ったりするような、地域ごとにやらせるような流れが来るよ。何百年後の予言やん、はい、地域ごと。端っこにおんねやろな、写真の。そうです。メインじゃないけど、実は横にいたみたいな。そうそう。いるんすよ。一応博物館も建ててるぐらいの。そうです。ちょっと有名な人だよね。いや、これはい、そうなんす、やらしてもらってる、ナンバー49アジアスターペリーキーって、はい、ペリーキー、これはもう何した人ですか、ミスターアジア4冠です、ミスターアジア4冠、何人かは全く言わないです、ただただ全アジアイメージキャラクターです、こいつ全アジアイメージキャラクター、ペリーキー降りそうやな、ペリーキー全アジアイメージキャラクターなんで、歌も出してたりとか、ああそうね、ジャッキーチェンみたいな、ジャッキーチェンみたいなで、ほどまではいかない、うん、そうですよ、なんかよく聞くとどこの言葉わかんないです、でも、うん、どっかアジアのどっかなんかな、全アジアのなるほどね、インダンディンガンジンドンティロティロティンダエバイショカンデスタリアだティンドンキンドエバイショカンデスタリアだティンドンキンドティン、あ、もう気持ち悪いな、そうっす、その強めのやつっす、気持ち悪いあのなんか変面の歌に似てますね、あの変面変える歌あるじゃないですか、ね、中国のね、ティンティ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 ンティンティンカンカンカンティンティティン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 ダンドンデンってやつ、あの歌やたら気になんか好きなんですよ、あれネタでやってない、宇根宮さんの顔の色だけ変えていく変面じゃなくて変に梅で変倍つってだからその曲が引っかかってそれやっちゃった、そうなんです、あの曲からですね、僕はやっぱこのね、はい、ナイトプレイズドイドママ、ナイトプレイスドイドの、これ文豪から、はい、著名人が全部通ったナイトプレイスの矢崎鈴子さん、そうです、あのよ、国村統制なんかよ、そこに来て昔座ってたんだぜここの従業員もそうだけど誰も気づかねえぜここの従業員もそうだけど誰も気づかねえんだよ、ここにいりゃ静かなんだよ、あんなもんがテレビ出て俳優とは誰も思わねえよ
あと有名な方だと誰がお店に来てたり、有名な何もかもお前、それはスポーツ選手から全部あの野球選手なんかで来てんだから。あ、そうですか。みんな同じでここに来れよ、声も小さいしよ、はい、何言ってかわかんねえけど、なんでこの妹頃兄ちゃんっつったら、後から見あれはあんたかの有名なの松崎真一って言うんだよ。何がおかしい、何がおかしい。これでこのだからこのキャラで一回なんかスッキリのインタビューやったでしょ。もうなんかマジですか、っていうかコント通り越して、はい、どうしていいか分かんなくて、はい、このままインタビューってなって、そのままね、行った方がいい。次男坊すごい可愛がってんですよね。あの君行きっていう次男坊がいて、長男は、長男はうちの長男はテレビ局だよね、よくしてあげてってよくしてあげてね、よくしてあげてってよくしてあげて、今テレビ局よくしてあげて、ただ君はこれバカなんだよ、バカ息子、ちゃんとやれよお前っつって、ずっと君行きがお母さんの横について、あ、ついてるついてる。どっちができて、どっちができない子供っていう。どっちかで、君行きはもうママママ言って、いいよな、ほんまにね、おかしいな、もう分かんない、これ分かんやろ。何ですか、ハリウッド映画監督誰これ本当にドナルド・シー・ダンパーですね。ハリウッド映画監督のドナルド・シー・ダンパー。知らないですか、ドナルド・シー・ダンパー。はよ見たいけど多いから。もうこのこいつです、こいつです、ドナルド・シー・ダンパーっていう。このでけえカートに乗りたいだけです、この。たまによくメイキング、昔のターミネーターとか90年代のメイキングに出てくる、すげえごっついカートみたいなのに乗りたいだけです。はい。ドナルド・シー・ダンパー。カイヤさんとか日本で活躍する、日本で外国が活躍する外国人タレントばっかりなんですよ。あ、それを気をつけて、その方の本気の英語を見せてもらって、あ、もう腹立つな。いや、そう、いや、ほんまあのね、今日ちょっと狂記事見てて、はい、もちろん面白いねんけど、アスリートの母とかも結構、あ、そう、それもうなんか、うんうん、ちょっと、まあ、この人はね、このやった柿本ちさ子って柿本俊賀の母、うん、宣言もう力強すぎて怖い感じ、宣言、自分の休憩、宣言、自分の休憩、怖いんですよね、怖いな、目がやっぱ怖いわ。ご主人が一番ちょっと尻に敷かれがちなご主人で、そうね、あんまり表に、はい、あんま表に出ない、ね、古い、ね、あの4区乗ってるんですね、昔の日本。もっと女子プロレスラー。もっと女子プロレスラー。昔の日本。もっと女子プロレスラー。もっと女子プロレスラー。これ、フロタイル土井っていう、昭和の女子プロレスラーなんですけど、もう今やめて、この話は触れてほしくないんですよね、今。あ、そうなんや。今このちさ子っていう、うん、あの、今もうカップケーキの、うん、もうほんとセレブな感じになってるから、昔の話しちゃうと、ああ、そこすいません。今その話はちょっと。今もう国民じゃない、カップケーキの方やらせていただいてるけど、ごめんなさい、もうプロレースの時見てくれてたのはわかるけど、それは今ちょっと話しないってことで仕事受けてるから。そうか、もうなんとか取材を受けてくれたんや。そうです、ただこの昔の話はしないでくださいっていう路線書いちゃってるから。これも、写真だけだったらすごいんですけど、はい、この、カンペリサホテルの総料理長。はい。これなんて読むの、白藤康夫さんですね。カンペリザホテル、スパッタ、総料理長。何ね、これ、カンペリザホテル。厨房でみんなで撮って写真とか。白藤康夫さんですね。カンペリザホテル、スパッタ、総料理長。何ね、これ、カンペリザホテル。厨房でみんなで撮って写真とか。91番ですね、91番。これ出すもんがひどいんですよ、こいつの出すものも。料理出すものがもう全部、あの、焼肉、あの、うん、焼肉、もう偏ってるんですよ。うん、だから焼肉屋さんの会計の時に、うんうん、あの、うん、出てくる専門のガムあるやつか、ピンク色のパキっていう硬いやつ。うんうん、硬いやつある。あれとか、あとばあちゃん家にある、あの、歯型がつく、まあ、四角のゼリーとか、柔らかいと思いきやめちゃくちゃ硬いやつ。とかのシートの隙間から出てきたフライドポテトとか、そんなばっかり出すんですよ。これいつのポテトっていうやつで、それをもっともらしく説明するって珍味って言って、それを伝説の審判大塚よしみ、こいつひどいですよ。伝説ある審判に、なんたらかんたらの悲劇みたいな感じで、おーおーおー、ね、よくもう5000、あ、そっちで、そうです、もう誰がどう見てもハンドなのに、うん、
ハンドじゃないって言って見てなかったんですよ、こいつ。ずっと言い張ってる。ずっと言い張ってるんですね、世紀の誤信。はい、見てもこの 4回まで出てきてるやん。それはもう本当に現場に行かなくて済むやつですね、絵にしちゃったんで。これでも一個一個動画あるわけでしょ、はい、一個一個あります、はい、すげえなー。こう最近やったこの何、うん、ですか、徳島でダイニングタレント津村屋浩二っていうのも僕これは見させていただきました。もう何とも言えん感じのやつですよね、うっとうしいね、はい。ちょっとチラッと動画見たら、はい、だいぶやっぱり水曜どうでしょうみたいな。でも水曜どうでしょうとは認めない。認めない。いや知らないんじゃないですか。サイコロフル企画とも結構にパターン似てるけど、いやそれは知らないね。広辞苑のページの末尾にだけ。そんな複雑なルールある？広辞苑を開いて、撮影です何ページ？62ページってことは2メートル進みますみたいな。ズラーってこけて。で、すげえ盛り上がって。って。誰だよ、この企画考えたのってやったら、いや、つむさんですよって。そうだ、俺企画考えてんだもんな。俺企画構成考えてんだもんな。っていうの言いたがる。白子スタッフの笑いまで入ってるっていう、ね。そこまでセットやからね。サイコロパターンね。サイコロパターン。サイコロパターン。いや、すっごいわ、ほんまに。いや、まあまあ、はい、CM、一旦 CM で引き続き、ロバートの秋山でございます。ありがとうございます。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜなら、キャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在、対象者に返金されています。あなたが対象か、認定司法書士の田中修平。再来週のラジオショーは、ドドン！マルワンへ。ただいま全店でお客様大感謝祭をか。マルワン、マルワン。精力剤の赤ひげ薬局。精力減退早漏にヘアグロン。塗って効きますヘアグロン。JR 関内駅すぐ、0120-823-655。赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金、誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。アポロステーションプレゼンツ日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時30分。松任谷由実です。今回のオールナイトニッポンゴールドは50周年記念ベストアルバム、ユーミンも教えちゃいます。放送は今日金曜夜10時から。引き続きね、ロバートの秋山ですか。これはクリエイター写真もひどいねんけど、これは、はい、うん、童謡詩人石丸ツワノさん、もう亡くなられたんですけど、石丸ツワノさんという、亡くなられたんですか。いろんな詩を作って、だから何ですかね、まっかっかーとかさ、まほっほっ元はなんじゃほっとか、そういうよう、もっともっとなんじゃ、いぬきやいぬき、ぬき、ぬき、もっともっとなんじゃ、ほっ。それをわざわざ
童話で童話にしてだみんな歌いついてやたらほうが出てるんです。何でもほんってきっとコンビニの居抜きじゃほんほって何なんだ、ほって何やろ全部ほうが出てきます、こいつの作品。あそう、全部ほうです。腹立つなぁ、一人一人腹立つなぁ。一個でええから混ぜてほしいわ、どっかに。いや、ほ、いや、本当にやりたいです、本当に。ねえ、いや、すっごいわ。いや、確かに。これだから、だけ増やしていくの、ほんまに。95もあるけど。そうですね。うん、まあ、まだ全然行こうともできるんで。一回100に、うん、で、ライブやっとこうかなと思って、はい、やってるだけで。なるほど。ラジオパーソナリティもおるやん、はい、こいつがひどいっすよ。このラジオパーソナリティはもう宗像石裕二ですよねハイパー FM のラジオパーソナリティ宗像石裕二です。もう、うん、結構まあ重鎮になるんでしょうね。あ、そう、長いことやってる、長いことやってで、な、最終的にこう、うん、何ですか、うん、下ネタを質問して、うんうん、それで、いや、そんな答えられるわけないじゃないですかって言うんですけど、引っ込んで、うん、ってなって、もうなん、本当にもう犬の間じゃないですけど、うん、何十秒も黙り込んで、言わなきゃいけない空気にさせていいんですよ、ね。で、言ったら、3人ですね。いただきました！経験人数3人、んててん、んててん、んてててん、んてててんって、ちょっと石井さん待って、この矢がこれって。そこ立てんねん。そうです。そこだけひどいことをいただくんですよ。腹立つなぁ。もう。間をいただいて。写真もね、秀逸やね、これ、ほんまに。結構そうなんですよ。写真、この、なんか、うん、写真家の方が本当に結構ちゃんと撮ってくれて。結構凄腕カメラマンに毎回頼んで。あ、そうなんや。そうなんですよ。やっぱりうまいこと撮れてるもんね。はい、これでも、例えば、タートル航空とか、ただ、飛行機なければ、もうただのおじさんじゃないですか。そうね、これ。なんでこの胸元に飛行機持つだけで社長になるんだろうなっていう。タートル、タートル航空の。タートル航空、橋本勝司ですね。勝司さん、これ見ました、はい、僕。そうです、なんか。全然中身なかったから。全然中身ないです。うん、基本全部ないです。理念語ってるけど。はい、経営理念ですねって。全く入ってけへんの。すっごいいいこと言ってんのに。あの理念語ってんの。ばあちゃんの言葉とか、ね。そうそう、言葉とか。ばあちゃんが言ってたんだけどさ、っていうやつする。うちのばあちゃん。うちのばあちゃん、リンゴ畑でさ、実家は。で、ほら、勝地って、おい勝地って。お前、リンゴ畑見てきろって。うん、リンゴ畑みんな見てる、あいつはみんな泣いてるって。な、うんで泣いてんだって、あいつらみんな、お前、な、太陽浴びてよ。あいつら満足だしか泣いてるって。な、バナナの皮ですってんコロリンって。な、お前、七福神が出てきて、お前、血相界で上から笑ってるって。な、おんよすけ、お前、そうだよ、お前、なんでもいいよ、お前、なんで笹舟集めてよ。な、お前、紐で縛って、お前、お天道様に、お前、な、投げつけようって。ほな、お前、毘沙門天が、お前、愛想笑いしてるって。おい、か、勝地って。ええよね、理念に入りそう。集めてよ。な、お前、紐で縛って、お前、お天道様に、お前、な、投げつけようって。ほな、お前、毘沙門天が、お前、愛想笑いしてるって。おい、か、勝地って。ええよね、理念に入りそうで入らないんで。入らないんで、全然。ずっともう何言ってか分かんないですよね。分からへんね。笹子に集めてみろ、なんかほんま経営理念が始まんねやと思う。そうですね、三本の矢的なやつの。うん、なんか入ってこないやつありますもんね。入ってこないの。昔の人のなんか、いや、もちろん分かりますけど。うん、あ、はい、って。ね、どういうことでしょうって。例えるでもなく。はい、もう前すぎてね、例えが。これはどうなんですか、ラーメンウォッチャー、ヌードルフォロガー。こいつは、立つんすよ、もう。自分の番組持ってて、一日一面っていう。やっはい、始まりました、いぶきの歌、一日一面。早口の。なるほど。YouTube みたいな感じでやっ。そうです、自分の番組チャンネルで。チャンネルで。さあ、じいちゃん。さあ、まだラーメン食べて、さっきラーメン食べてるよ、ラーメン。あ、そうっていうよな、なんかその、ラーメン評論家の方が言う角度。右向いて、こう、インタビュー撮ってもらってる。それなんとか系っていうの分けたがる、うん、なるほどね。ラーメン雨が一ラーメン雨が一枚にしてますこいつは。ラーメン雨です。ここねマジでうまい、本当にマジでうまい。ここはここはご主人が、基本的にスープを作らないで、定期的に雨漏りするんですよ。その雨漏りのスープをだから奇跡の一杯、これマジでうまい。雨漏りのスープを利用してその下に丼を置いて、それっぽいねんな、それっぽいんだ。そう、これなかなか難しいよ、これ。絶対これちょっと、はい、これ芸人、他の芸人がもしやったとしてもどっかで笑いを先
星なりやん。そうですかね。それをよ結構でもふざけてるんですけどね、入り口だけこれにしといて、うん、なるほどね。意外と見てたらそんなわけないやんしかないんですよね、もう。結構あの洋楽の自分のチャンネルを持ってて、はい、59番のサリキヤコ、洋楽評論家洋楽部長サリキヤコなんですけど、なんかどっかのチャンネルやってそうな、その洋楽をもうとにかく重鎮、洋楽の知識なの、インターナショナルヒットホット10。まずこのニュース、ロンドンのクラブレイタールスで、昨夜、酒に溺れて、暴れていたのが元ロックジャンガーの、ドラムのキース・フェリング。彼はもう言うにはもうあそこ悪魔と化していて、酒に飲んで暴れてクラブ中のギターを振り回し、散々な結果だったという。それを報告したのが元ハンガースの、マイケル・フィース。誰かね。てかこのニュースってあり？ベスト10みたいな、なんかもう知らねえよっていうニュースを淡々と行く、あの専門チャンネル。これ芸能リポーターって伊丹優子さんって、これこの芸能リポーター、はい、伊丹優子さんはもう本当めくりに命かけて、はい、ズンって言って、こうあのまあ要はキャンダルですよね。はいはい、そうっす。ヒップホップグループズン、昨日、報じたのが週刊日本、はい、何やったかというと、ズン、昨晩クラブでズン暴れていたと。それを目撃したのがズン、ヒップホップグループ回しのリーダーズン千助さんですね。めくってばっかりですよ、いろんなスキャンダルとにかく。めくってばっか。この風貌は良くないですか、でもね、このショートカットの芸能レポーターの。そうね、なんかね、ぽいなぁと思って。ぽいですね。ごっそりワイドっていうやつの芸能デスク、芸能コーナーですね。朝生ごっそりワイドっていう。ちゃんと写真も作ってんの、はい、番組の。彼も、これ週に1回火曜日レギュラーで、うん、毎回宮崎まで行ってるんかな、この芸能レポーターは。東京の方だけど、あ、行ってんねん、火曜までレギュラー番組枠持ってるから行ってるんかな。行ってる。おるもんね、九州の番組で、ね。そうです、そうです。東京から。これ週に1回火曜日レギュラーで、うん、毎回宮崎まで行ってるんかな、この芸能レポーターは。東京の方だけど、あ、行ってんねん、火曜までレギュラー番組枠持ってるから行ってるんかな。行ってる。おるもんね、九州の番組で、ね。そうです、そうです。東京から来てコメンテーターやってるでしょ。バックのこの、はい、セットもまた、またいいですよね。いいね。だからちょっとね、やっぱちょっと前乗りとかしてるから、うん、やっぱちょっとテンション上がってんですよね。あ、なるほどね。そう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 、ね、ルーティンになってる、ルーティン意外と若い、逆に好きなんですね、若い子が。案外若い子、アイドルグループとかのインタビュー取る時とか一番テンション上がってる。クリエイターズファイルで終わってもった終わってもった。メールもいっぱい来てたのマジっすか、休ません。あ、メール来てた、メール来てた。これだけ教えて、埼玉市ちまきさん、はい、以前、ふとテレビをつけたら秋山さんが市民プールを巡る番組やってました。やっぱ市民プール万歳って言ってた。プールに来てる人はどうでもいい会話をしたり、プール後のご飯に何を食べるか熱く語っていたり、はい、かなり緩いないんでしょうか。緩さがとても心地よく、また見てみたいです。いや、あれだ、 CS の名古屋の名テレの CS のやつで、うん、本当に狭くやってたんですけど、うん、なんか晩飯でその例えば関東とかちょっと買ってくれて、なぜか結構見てもらえるようになって、うん、僕は本当プール泳ぐの、市民プールとかで行って泳ぐのが好きなんで、うん、ジムも入らず、そういうとこ好きなんで、うん、それ泳いで、後のご飯は何が一番。いや、もう飯、うん、その場で調べて、うん、いやマジで本当にただ自分がやってるやつですよ、それ。普通にやってるやつ、近くでちょっと衝撃食わねえって言って一人で食うっていう。ひどいですよ、マジで。これすごい、メールもいっぱい来てましたけど、ね、CM の話もうできなかったですね、本当に。長岡さんに言ったら2回流れる系 CM あるじゃないですか。2回流れるはずあるよ。あれが好きで、絶対来るぞっていう想像感っていうか。ああ、2回竹本ピアノもあるじゃないですか、絶対2回。あ、2回ね、うん、2回。昔だったらハリカってやつ2回流すんでした。どんなやったっけ、真心を送りましょう。どんなやったっけ、真心を送りましょう。ねるてれてれてれてて、贈り物でね、ハリカですって終わったと思ったら、全国どこでもハリカです。盛り返せ、絶対2本と、なんだ、2つ買ってんのかな、まとめて枠。あ、2つ、はい、2つのやつね、はい、ああ、そうか、その CM の話もしたかったですね。いやー、そろそろ、秋山、あの、はいはいはい、告知をこれやっとかな。そうそう、そのクリエイターズファイル、今言ったキャラクターで、うん、7年間やってるんですけど、うん、100キャラに達するんで、うん、ちょっと全国ライブツアーをやろうと思いまして。めっちゃ回るね、全国。そうなんですよ、17箇所でやるんですけど、うん、そうなんですよ、17箇所でどうやろうと思ってるんですけどね、今本当。でも何人か、結構50人ぐらいは
出そうかなと思って。やっぱりそのエキストラ系も欲しいし。エキストラ系も欲しいそう。1回で50人出すの？まあ、もう次々といろいろやろうかなと思ってんですよ。マジで、すごい。できんもんかなと思って、はい、会場がそこそこみんなで、はい、ぜひ皆さん ねお越しいただいていろんなキャラクター見てください、はい、というわけで本日のゲストはロバートの秋山君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。地域の ICT 相談窓口 NTT 東日本、日本エクスプレスホールディングス、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は 0120-86 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は 0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、完済後なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送ラジオリブ。突然ですが、連日の暑さで一日に何度もシャワーを浴びる日ありますよね。そうなると気になってくるのが水道代です。そこで今日の日本放送ラジオリビングは、毛穴汚れをすっきり落とし、ラジオリビングは毛穴汚れをすっきり落として節水もできるシャワーヘッド、エンジェルエアプレミアムをご紹介します。毛穴よりも小さい泡、マイクロバブルを発生させることで毛穴汚れをすっきり落とせると話題なんですよね。ラジオリビングだけで延べ1万人以上の方にご愛用いただく大人気商品です。値上げラッシュが続く今、なるべく生活スタイルは変えずに節約したいところですよね。今日ご紹介のこのシャワーヘッド、従来のシャワーヘッドよりもおよそ 40% も節水します。4人家族の場合ですと水道代とガス代を合わせて年間でおよそ1万9000円以上の節約になります。何も意識せずにいつも通りシャワーを浴びていてもおよそ 40% の節水ができるのは嬉しいですよね、うん、今イメージトレーニングをレジさんが、うん、もう付け替えるだけですもんね。洗浄力がすごいんですよ。毛穴よりも血を45秒間当てただけというビフォーアフター、油の汚れ、油汚れだったり皮脂の汚れ、あとファンデーション、女性なかなか取りきれないところあると思うんですけれども、うん、あの45秒当てただけで結構すっきりになってますよね。特にあのお肌、顔とか繊細ですからゴシゴシこすれないので、シャワーを当てるだけですっきりするの嬉しいですよね、うん、気になるお値段です、はい、似たような商品で3万円から4万円以上するようなものもあるんですが、こちらなんと税込み9980円です、はい、1万円以下です。
先ほどの節約の金額を考えると半年ぐらいで元が取れる計算になりますね、うん、お申し込みはフリーダイヤル、うん、0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。これ浴び心地がいいんですよ。42-86までどうぞ。これ浴び心地がいいんですよ。水と加工技術の専門家がシャワー本来の心地よさを追求してたどり着いた大粒シャワーです、うん、たっぷりとそのマイクロバブルを包み込んだ大粒の水滴が全身を包みながら優しく弾けて洗い流します。普通のシャワーでは味わえない浴び心地です。ご購入いただいた方からは、節約って続かないけどこれシャワーヘッドを変えるだけで普段通り生活しても節約できて嬉しいですなど大絶賛いただいています、はい、暑い夏、汗による毛穴汚れもより一層気になりますからね。ぜひお肌の毛穴汚れをすっきりきれいにして節水もできるいいこと尽くしのシャワーで快適にお過ごしください、はいはい、毛穴汚れをすっきり落として節水もできるシャワーヘッドエンジェルエアプレミアム税込み9980円です。関東一都六県は送料無料です。関東一都六県は送料無料です。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るか、ご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。さあここからはこちらのコーナーです。クイズ正解は東島。ふー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 まだ夏ですね。こちら中川家のお二人と東島の絆を確かめるコーナーです、はい、リスナーの方からいただいたお題に対して中川家のお二人が東島が何と答えるかを当てていただきます、はい。お二人とも正解した場合は、はい、お題をくださった方にステッカー4枚セットプレゼントです、はい、先週は大阪スペシャルでしたが、ね、はい、今週もいただいています、はい、いきますよ。クイズ正解は東島。じゃあじゃあ横浜市の半熟うずらさんからいただきました、はい、東島の好きなスパゲッティは、チクタクチクタクチクサンドさんのラジオショーではこれがメールテーマになってたことがあって、うん、パスタ。リスナーの方はわかるかもしれないですね。そんなに考えなくてもいや、ミートパスタカルボナーラです。なーにブーブー、あと引きずるんですよね、正解選択。意外と残りますけど白ばっかり。うわあ、そっか。すいません。カルボナーラ。はい。メモしてるつみさん。カイトバナまた抜き打ちのやつですか。そうですよ。季節の変わり目にご注意ください、ね。すぐ決まってやりますよね。はい。引き続き、はい、ngk@1242.com までお題お寄せください。はい、以上クイズ正解は東島でした。この時計覚えてる？最初の誕生日プレゼントでしょ？もらった時幸せだったな。今は？幸せかな。私とあなたと過去と未来をつなぐ心のギフト、ロデオドライブ横浜館内店、9月グランドオープン。ロデオドライさあ、それではね、テーマメール紹介したいと思います。テーマ、帰省した話。この方はラジオネーム、飲みすぎのんべえさん。帰省した話ですが、今まさに息子たちが私の実家、西宮へ遊びに行ってます。うん、初めて7歳と6歳だけで飛行機に乗るので、ドキドキしながら空港から見送りました。来週月曜日に戻ってくるんですが、成長した姿を見るのが今から楽しみです。
子供たちが帰ってくるまではラジオを聞きながら家中の掃除を念入りにしたいと思います。なるほど、これ子供だけでね、7歳と6歳あねえ、いやこれまあね中入るとね、うん、あの CA さんがねこう親切丁寧にやってくれて、そうですね、でこう大阪なんか着いたらじいじとばあばがね、迎えに来てね、もういいですね、大冒険でしょう ね、 ね、こんなんさせたことある子供に？ない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 よね、普通もう心配やもんね、普通はね、また迎えに行かなあかんからね、また面倒くさいからね一緒に行った方がいいわね、まあ、じいじとばあばも疲れるからな、疲れるね、一対一になるからねでも掃除したんやろね、メインはね、この方からするとね、まあ、なるほど、7歳6歳おったらなかなか掃除できへんからねさあ、この方、京都市の出鉢柳おばさん。お盆は祖母の家に片道6時間をかけ車で行きました。途中でいつも寄っているパーキングエリアにある食堂でラーメンを食べるのが恒例なのですが、その食堂は閉店しコンビニになっていました、うん、あのパーキングエリア独特の雰囲気とごく普通のラーメンが良かったのに残念です。なるほどね、うん、楽しみですよ ね、途中で寄ったとこね、そうですね、ほんまに普通なんですけどね、もうほぼ思い出の味みたいな、うん、思い出が勝つみたいなね感じでね、この方富山ったとこね、そうです、ほんまに普通なんですけどね、もうほぼ思い出の味みたいな、うん、思い出が勝つみたいなね感じでね、この方富山県古田貫さん。母方の実家に挨拶に行くとおばさんがしょんぼりしていました。家庭菜園のスイカをイノシシに荒らされたそうです。2、3個だけ残った小さなスイカを分けてもらいましたが、うん、甘くて切ない味でした。うーん、田舎行くとこういうのが、そうですね、よう、おばあちゃんが芋くれましたけどね持って帰れ持って帰れってあれ罰ゲームですよね小さい子供にあんな重い芋持たせて帰らすなんてね、あれ嫌やったね、そう思ったいのにもう、あと何そうですか、元がなんかわからん佃煮みたいなのおばあちゃん勝手に寝かしてたやつでしょ寝かしてるやつをさらに自己流で寝かせるからもう、うん、もうねもう言い表せないですけども、うん、とんでもない匂いでしたけどね、なんかもう、ね、例えようのない色のやつね、よく持って帰らされました、ね、ネスカフェの瓶に入れて、そうなんですよね、重かったりするわけですよね、めちゃくちゃのなんか虫降りそうな中にそんな佃煮を持って帰らされる、持って帰らされますね、引き続きお待ちしております、はいはい、今日のテーマは帰省した話です。 ngk@1242.com までお寄せください。時刻は2時52分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。NTT ドコモはキャッシュレス決済サービス D 払いについて、基本ソフト Android 搭載のスマートフォンで利用できない障害が午前10時半過ぎに復旧したと発表しました。この障害は今日午前10時ごろから発生していました。次に、加藤厚生労働大臣は今日の衆議院厚生労働委員会で新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に引き下げた場合に、理論上は現在全額公費負担のワクチン接種を有料にすることもあり得るという考えを示しました。新型感染症が5類に変更された場合には、まん延予防上緊急の必要性が認められない、まあ、こういう判断になればですね、特例臨時接種そのもの自体が終了するということになるんだろうと思いますが、これは一つの今ロジックを申し上げたんであって、どういう理由でそこをどう判断していくのか、その辺も含めてよく議論していかなきゃいけないと。このように述べ、新の一部がロシア側が設立した新たな運営会社と契約する方向で検討していることが今日分かりました。新会社は価格や調達量についてこれまでと同様の取引条件を提示しています。サハリン2は日本の LNG 液化天然ガス輸入量のうち 9% 近くを占める重要な調達の拠点で、東京電力と中部電力が出資する発電事業燃料事業会社の JERA のほか、東京ガスや広島ガスなどが LNG を調達しています。
契約更新の動きが広がれば、懸念されていた電気やガス料金の大幅な値上げのリスクは一旦緩和されることになります。他人の SNS のアカウントを乗っ取って元同級生の名前で殺人などの犯行予告をしたとして、横浜市の男性会社員が今日書類送検されました。不正アクセス禁止法違反、 SNS のアカウントを乗っ取って元同級生の名前で殺人などの犯行予告をしたとして、横浜市の男性会社員が今日書類送検されました。不正アクセス禁止法違反と業務妨害の疑いで書類送検されたのは、横浜市に住む25歳の男性会社員です。警視庁によりますと、男性会社員は面識のない他人のインスタグラムのアカウントを乗っ取って犯行予告を繰り返した疑いです。犯行予告では元同級生2人の名前を記して、成蹊大学のラグビー部員に危害を加えたり、 JR 吉祥寺駅で無差別殺人を起こしたりするという内容が投稿されていました。警視庁によりますと、男性会社員は中学高校の同級生に復讐するためだったと容疑を認める供述をしているということです。おしまいに、アメリカメジャーリーグパドレスのダルビッシュ投手は18日ナショナルズ9回途中まで投げて5安打3失点でした。試合はパドレスが1対3で敗れ、ダルビッシュ投手は負け投手となり7敗目を喫しました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。は2時56分です。日本放送交通情報です。警視庁の和田さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの相模原方面へ向かう下りは、下川インター付近で事故の調べのため、横浜横まで断続的に8キロ渋滞しています。この影響で首都高速道路の狩場線の下りは、狩場を先頭に長田まで渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で15キロ、上りは大和トンネル付近で工事のため3キロの渋滞です。中央道の下りは府中バス停で3キロの渋滞です。圏央道の内回りは特に東京都の八王子城跡トンネルを先頭に20キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は有働のラジオの中で3時56分ごろお届けします。それではテーマメールいきたいと思います。テーマ、帰省した話。この方、埼玉県蓮田市のウィンターフラワー、3年ぶりに実家に帰省したら、母の髪の毛の色が緑色になっていたのと驚きました、うん、母曰く気分転換緑色に染めたらしいです、うん、母のぶっ飛んだ行動に驚きました。いくつぐらいなんでしょうね。いくつでしょうね、うん、まあ僕らと同じぐらい、だから70代とかそれぐらいじゃないですかね。ああ、だろうね、緑、うん、かすごい発想ですよね。大体金髪とかやったらね、まだわかりますけど、おかんが毛染めたらびっくりするよね。あとおかんとおかんがあとコーラ飲んでる時ね、冷蔵庫の前でなんかあったやろなと思ったんは覚えてますね。年に1回ぐらいあんねんね、あれコーラ飲むの、おかんがグビグビとね、グビグビってね。この後もメッセージを寄せください。アポロステーションプレゼンツ、日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時30分。弾くの？ソミラソシド、ソミラソシド。滝は野菜と花のシードの会社だから。ソミラソシド、種の滝。競馬ってさ、新聞をババッと広げて馬の様子をザザッと見渡して、これだって馬をガガッとしまって、そしたらアドレナリンがドバッと出て、狙ったレースをガバッと勝って、そんな感じでやりたいよね。競馬ファンの夢をズバッと叶える、サンスポズバッと。
あなたの競馬がズバッと変わります。料理道具なら何でも揃うかっぱ橋道具街は全長800メートル、世界でも珍しい料理道具の専門店街。800メートルの街を歩けば商売繁盛の八百万の神様に出会えるかも。料理道具のことなら浅草かっぱ橋道具街へ。ザ・ラジオショー3時です。午後3時を回りました。中川家のレジです。ジュースです。日本放送東島恵里です。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。というわけで3時のお天気、強めろさんお願いします。はい、天気は雲が増えてきましたけれども晴れておりますが、はい、私に会いに、表には1,2,3,4,5人こっち向いて手を振ってくれています。ちょっといいですか、僕も見て。はい、レイジさんがチェックに行かれました。すごい、自転車に乗ってる強めおじいさんがいますが、はい、全然こっち見て、一切こっち見てくれました。あ、そうですか。これ見えてへんやろね、向こうから。そうですか。これ見えてへんやろね、向こうから。すごいですね、本当にな。この暑い中、ね、この強めろちゃん人気は本当にすごいですね。気温の方が 31.8 度、湿度が 37.6% です。いやーすっ、37? あ、だいぶ上がってますね、さっきより20よりね。そうですよね、37度、湿度がね、湿度がだいぶ、あれですよね、人気ありますね、ちゃんみのちゃん。ありがとうございます。ね、ありがたいですよね、5人もね。あの、中川家さんなんか、あの、東京の単独ライブで出待ち0人やったらしい。そうですね。あ、すいません、あの、遅れてました。私も見に行かせていただき、本当腹筋崩壊すると思ってました。よくいただく言葉。崩壊、はい、ありがとう。楽しかったですけれども、はい、電車の時間がありましたので、はい、私は8時45分ほどに帰らせていただきました。帰った9時半ぐらいまで。東島さんも斜めから後ろから見てましたよ。ご挨拶もせずに。いえいえ、とんでもございません。すいません、もう。もう息子も楽しかったなんて、息子も腹筋崩壊と言っておりました。そこまで言わなくて、もう崩壊まで言わなくて、本当顔の筋肉痛くなったなんて、はい、あ、どうも。お袋なんて言ってました。お袋、だいぶ30代か40代ぐらい。お袋さんって言ってました。お袋さんって言っていた、はい、ありがとうございます。お袋さんって言ってました。天気を、お袋さんって言ってました。いらしてたんですね。ねえ、すいません。じゃあお天気いきましょうか。お天気いきましょう、はい、この時間もよく晴れていますよ。午後2時までの東京都心の最高気温は 32.5 度でした。この後も関東地方多少雲が広がっても天気の崩れはなく、明日も晴れ間の出るところはありますが雲が多く、内陸では午後は次第に雨の降る可能性があります。ご注意ください。中川家ザラジオショー、3時30分までの生放送です。はい、東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は、今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。 BS 富士ウィークエンドインフォメーションは BS 富士がお送りします。さあ、ここからは BS 富士で放送される番組の中から特におすすめのラインナップをご紹介する BS 富士ウィークエンドインフォメーションのお時間です。 BS 富士の番組はテレビのリモコンにある BS ボタンを押して、数字の8のボタンを押すとご覧になれます。
今週はすっかりおなじみのこの方をお迎えしました。中川家とコントも担当されている BS 富士広報の津田彩子さんです。よろしくお願いします。お願いします。2週間ぶりのご出演です。はい、それでは参りましょう。最初にご紹介するのはこちら、明日土曜日の夕方6時から放送、ノーベルヒットスタジオスペシャル。出た、出ましたよ。年齢とともに衰えていく脳に警鐘を鳴らす番組、クイズノーベル賞の特別編です。ノーベル賞ではゲストが脳を活性化させるクイズに答えているんですが、津田さんスペシャルではどんなことをやるんですか？はい、特別編ではですね、昭和や平成の歌謡スターの方々がいらっしゃって、スペシャルステージをお届けします。はい、で歌だけでなくて、その当時のエピソードだったりとか、いろいろ喋ってくださってます。スペシャルですね。そうなんです。第5弾となる今回は、島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女や、高橋ジョージさんのロード、松本梨香さんの目指せポケモンマスター、ダイヤモンドユカイさんの君は友達など、さまざまなアーティストの皆さんが大ヒット曲や当時の秘蔵トークを披露するという内容ですが、アーティストの方とものご共演も多いですか、お二人は？そんなにないですね。そうですか。会ってみたい方は、津田さんもちょこちょこ見てますよね。ええー、キョンキョンとか。キョンキョンね、そうですね。あとクイーンも。ああ、そうか。そうですよ、ラジオショーに。あ、クイーン、クイーン、合わせますって言ってくれたんですけどね2年ぐらい前に。まだ忘れてませんよ。ニコンさんのスタッフ、ニコンさんのスタッフが会ってない。全然会ってない。会わせてくれる言うから。あ、まあ、あ、じゃあもう BS 富士さんのちょっと頑張りますお願いします。本当にすいません。はい、昭和や平成を彩った歌謡スターによる音楽の祭典、ノーベルヒットスタジオスペシャルは明日土曜日の夕方6時から BS 富士で放送です。続いてはこちら、明日土曜日の夜8時から放送、輝き続ける尾崎豊。若者からカリスマ的な支持を集めたシンガーソングライター尾崎豊さんの輝き続ける魅力に迫る2時間の特別番組です。いや、名曲が多いですよね、尾崎番組です。いや、名曲が多いですよね、尾崎豊さん。 I love you 15の夜、当時聞いてらっしゃいました？15の夜ね、はい、聞いてましたね。うーん、こんな派手な15ではなかったですけどね、うん、ごく普通の。どんな15だったんでしょうね。盗んだバイクで走り出す、うん、走り出したいやつを聞いたことがある、うん、暗いですかね。夜でしたね噂で聞いたことがある。周りにはいっぱいいたんですよねいろんな15があると思うんですが、はい、津田さん、この輝き続けるというシリーズ、はい、今回で4回目なんですね。そうなんです、うん、これまでに今野清志郎さん、はい、中島みゆきさん、はい、ボーイさんと、うん、そうそうたるアーティストの方々の魅力を紹介する番組でして、うん、毎回そのアーティストと親交のある方や大ファンの方をお迎えして、魅力知られざるエピソードだったりを語り合ってもらうっていう感じのトーク番組です。だからこそディープになっていくわけですよね。今回は尾崎さんの高校時代の先輩である俳優の高橋克典さんや、うん、告別式にも参列するほどの大ファンでいらっしゃるキャインの天野博之さん、うん、同い年でよく飲みに行っていたという女優の川上舞子さん、はい、尾崎さんの楽曲も使われた北の国から87、初恋でヒロインを演じた横山めぐみさん、そしてお父さんと同じ音楽の道を歩むシンガーソングライターの尾崎裕哉さんが、貴重な写真や映像を交えながら尾崎豊を語り尽くすという内容です。たまらんすね、ファンにとって。いや、そうですよね、うん、時間たっぷりですからね、はい、さらにスペシャルな企画もあるんですね。はい、そうなんです。息子の尾崎裕哉さんがお父さんの名曲2つの心を披露してくださいます。へー、はい、豪華です。いろんな思いがあるでしょうね。はい、続ける〇〇シリーズ、特集してほしいアーティストいらっしゃいますか？うん、輝き続ける、うん、もう小泉京子さんで京子でいきますか？ずっとやね、今日もね、お話が上がっててかっこいい、あの年の重ね方をされているという、うん、女子に頑張ります。ポーズの津田さんです。今日意気込みがそうですね
尾崎豊さんの魅力を後世に語り継ぐ特別番組、輝き続ける尾崎豊は明日土曜日の夜8時から BS 富士で放送です。そしてあさって日曜日の夜10時からは中川家とコント、今回は大阪パトロールと扉で遊ぼうのコントが放送されます。扉で遊ぼうはトットやバンビーの七曲がり、世間知らずネイチャーバーガー9番街レトロとコラボしているというもので、はいはい、大阪パトロールは大阪にいる怪しい人たちを剛さんが捕まえるというコントなんです。この会ってみたいですよ ね、 あそうですね、実際どうなんですかね。どうなんですかね。さん大阪はコロナの前にサッカーの試合でよく吹田と長居の方に。おー、またいいとこ行きますな。長居は特にいいとこですね。あでもどう、あんまり長居の周りを観光してなくて、もうスタジアム行ってもう、はい、震災橋とかの方に戻っちゃって。あもう行ったんですね。なんか逆におすすめの長居公園ってあるんですか。あはい、だいたい上半身の裸のおっさんが日焼けしてるとかそういう光景見れますんでね。上半身裸で自転車乗ってるとかそれ当たり前ですから長居公園。そうですね、はい、ちょ注目してちょっと次行くときは、はい、期待があります。以上 BS 富士ウィークエンドインフォメーションでした。はい、津田さん、はい、夏真っ只中ですけど、はい、好きなアイスは何でしょう。パピコが好きです。なんかいいですね。はい、ね、今週はありがとうございました。津田彩子さんでした。今週はありがとうございました。ございます。津田彩子さんでした。ありがとうございました。BS 富士ウィークエンドインフォメーション、この時間は BS 富士がお送りしました。日本放送強しエンレイジー from 中川家オラディオショー、 オラディオショー、アポロステーションプレゼンツショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミーイエローハットNTT 東日本がお送りします。イニシャル D がパチンコとなって登場。伝説の走り屋たちの熱いバトルを完全再現。最速の峠バトルを体感せよ。速いだけじゃ本物とは呼べない。本物の疾走感、パチンコイニシャル D 絶賛稼働中。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット以上になります。イエローハット。お店を DX するなら NTT 東日本のクラウドを活用しませんか。例えばキャッシュレス決済できます。ネットワークカメラできます。売上管理できます。デジタルサイネージできます。店番変わって、それはちょっと DX のことなら NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。日本放送では今日夕方5時30分から巨人対阪神戦をお送りします。この時間は清水久志アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。清水さん、はい、こんにちは。東京ドームです。こんにちは。タイガースが4位で迎えるというこの連戦になりましたけどもね、まさかという対戦にはなったんですが、阪神はとにかく昨日8連敗で止めまして、はい、まあ、なんとか今日は巨人相手に上へのし上がろうというところ。一方巨人の方はよもやの DeNA で3連敗ということになってしまって、2位 DeNA とのゲーム差も開いてしまって、ちょっとここは正念場という伝統の一戦になりましてですね、はい、で今日は先発が山崎伊織と西勇輝という、まあ、このところ勝ちがついているピッチャー同士の対戦なんですが、まあ、巨人はメンバーがある程度も帰ってきました。今日はウィーラー選手あたりも入れて、バッティングも含めたその打撃陣の強化を図りますし、阪神はね、はい、大山選手が今日からコロナから復帰して戻ってくる予定だということもあるんで、このあたりは、まあ、お互いに打てるかどうか、ちょっとね、打線の方元気なくて、昨日はタイガースは良かったんですが、続くかどうかもポイントになります。もう残り試合の30試合ちょっとしかないので、ヤクルトを追いかけるためには、この2チームが。
セリーグ面白くなってきませんので、そうなんですよ、その戦いをつぶさに、そしてもちろんレイジさんのために西武の動向もずっとにお伝えしていきたいと思っており、まあ、ライブ注意ですからでもね、はい、ありがとうございます、はい、そうです、はい、ということでこの後5時30分から宮本和智さんの解説で東京ドームから巨人阪神お送りしてまいります。はい、今日の実況担当清水久志アナウンサーでした。ありがとうございました。お願いします。夕方5時30分からの巨人対阪神戦お楽しみに。 NX ニッポンエクスプレス、始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit. 日本エクスプレス。目には見えないけれどそこにある、本当に大切なものはいつも、本当に大切なものはいつもそこにある。多彩なエネルギーと素材に姿を変えながら、人と人がつながるエネルギー、出光。全然足りない。何が？もっともっとあるでしょ。だから何が？土地あるでしょ。オープンハウスはマンション事業用地の買取強化中。50坪からご相談ください。お電話は 0120-418-021 まで。アポロステーションプレゼンツ、ショーアップナイタートゥデイ。この時間は、日本エクスプレスホールディングス、井出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。The Radio Show。ここで、東京都からのお知らせです。8月20日土曜日、駒沢オリンピック公園中央広場で、東京パラスポーツパーク in 駒沢を開催します。このイベントでは様々なパラスポーツの体験やパラリンピアンとの交流企画などが楽しめます。イベントステージでは午前11時から12時は新内舞さんが登場し、 SDGs マガジンの公開収録を、午後3時から4時は新行一華アナウンサーの司会で日本チャレンジダースリートの公開収録を実施します。東京パラスポーツパーク in 駒沢は8月20日土曜日午前10時から午後5時まで駒沢オリンピック公園中央広場で開催します。この他にもパラリンピックから1年を迎えるこの8月9月には都内各地で東京パラスポーツ月間のさまざまな取り組みを行います。最新情報や詳細は東京パラスポーツ月間で検索してください。さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマは帰省した話でございます。この方、綿貫さん、松戸市の方。以前実家へ帰省すると出迎えてくれた祖父が私の服を着ていました。一人暮らしを始めるとき着なくなった服を捨てておいてと頼んだのですが、祖父はもったいないからと自分で着ているそうです。私の名前が刺繍された中学校のジャージを履いて、畑作業したり、風呂上がりには私のパンツまで履いてました。あるね、その服はあるな、体操服はね、はい、体操服ね、普通、まあ、うちも僕の服は着てますもんね、どっかで見たことあるなと思って着てるんですよね。静間さん帰省してあります？あります。なんだか T シャツが伸びてる気がするなっていうの、母がこっそり着てたり。あ、みんな一緒だ。そうか。さあ、この方、足立区のこうちゃん。先日実家に帰省したらコロナで暇を持て余した父親が DIY に、ドハマりして実家が随分と変わってしまいました。一番びっくりしたのはトイレで床には畳が敷かれ、便座の後ろは造花で飾られ、間接照明になっていました、うん、全く落ち着いて用を足せないトイレになってましたが、父親のドヤ顔を見たら何も言えませんでした。やってるよね DIY。 手すりつけたりね。とりあえず手すりをつけてる。玄関とこの小上がりに手すりついてあるわ。あいつつけたんやんて、覚えてへんわ言うとった。そんなわけないやん。覚えて
れのおかしいよね絶対にね。はい、さあもう一ついけますかね。あ、もうこれで、はい、はい、ありがとうございます、はい、メッセージありがとうございます。引き続きステッカープレゼントしています。4種類ありましてランダムで1枚ずつお送りしていますので、ぜひ集めてみてくださいね。引き続き番組への感想、中川家さんへのメッセージなど随時お受けしています。ngk@1242.com 中川家の頭文字 ngk@1242.com です。たくさんのメッセージお待ちしています。さあこの後は日本チャレンジダーアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。お招きしてお話を伺います。ぜひお越しください。日本チャレンジドアスリートでした。吉澤さんっていつも先を読んで気遣ってくれますよね。いやいや、清野さん、さっきここ来る時も先を読んでさりげなくスタジオのドアを開けてくれたり。清野さんこそ、僕がカレーうどん食べようとしたら紙エプロン渡してくれたじゃないですか。助かりました。いや、私の中で先を読むといえば吉沢亮です。いやいや、先を読むといえば清野奈々ですよ、間違いなく。いやいやいや、先を読むといえば吉沢亮。いやいやいや、先を読むといえば清野奈々。いや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 、先を読むといえば三井住友海上、災害リスクを予測して防災減災にも取り組んでいます。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。さあ中川家ザラジオショーお別れの時間でございます。今日はね、はい、ロバートの秋山見てもらいましたけど、はい、足立区の風太さん、秋山さんのクリエイターズファイル最高でした、誰を聞いても飽きませんね、うん、今度ラジオ CM のコーナーにぜひ参加してほしい。いや、ぜひぜひ。今日ね、あのキャラクター紹介するだけでも時間がね、はい、東島さん好きな聞いてました。やっぱりあの子役の子役、あの子は外せないんですけど、ね、そうですよねさあこの方、東京都、ちびまるの母でかまる、本日午後帝王切開にて第一子を出産予定。あら、おめでとう。あ、おめでとうしちゃうわ。前々から剛さんの納豆と食べっ子動物とリンゴジュースを与えたら振り返った5歳、こんだけしたのに15歳で無視などの子育て名言が大好きです。初めての出産、子育てで不安なことだらけですが、いつか私も強めろちゃんのような強い母になりたいと思います。出産後もラジオショーを聞きながら子育て頑張りますと。ことですね。もうおめでとうございますかな、もうね。そうだとどうでしょうね。ねえ、まあ、帝王切開って結構早めにピュッと思いますんでね。さあこの方、ウサリンさん、横浜市。剛さん、美肌を目指すなら紫外線は天敵です。少しの時間だから大丈夫も、積もれば大変なことになります。日傘男子なんて言葉も流行っておりますし、剛さんもぜひ日傘をさしてください。よし、じゃあ来週日傘さして来るぞ。そこの横に置くの。日傘さしてくるぞ。この部屋ね、日傘さしてる人いますもんね。そうですね、最近はね。はい、さあ、来週の中川家ザラジオショーでございますけれども、ゲストは米田2000、そして再来週のゲストは1年ぶりの登場になります蛍原徹さんでございます。生放送中にクオカードプレゼントもありますので、ぜひお聞きください。そして明日のサンドイッチマンザラジオショーサタデー、ゲストは大友康平さん、そして来週月曜日のナイツザラジオショーはゲストあばれる君でございます。そしてお聞きの日本放送、この後はうどんのラジオでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジと剛と東島えりでした。我々とはまた来週の金曜日お会いしましょう。さよなら。さよなら。
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby